始まった。はい。はい。すみません。ちょっと今、バッタバタしてます。バッタバタしてます。こんな感じでバタバタしてます。はい。はい、どうぞ。はい。こんにちは。やっぱり。出落ちですいません。ちょっと今、バタバタしてます。白い。ああ、やっぱりね、もうちょっと太陽を、ここの方がいいかな。そうですね。太陽がね、やっぱ白ついてます？白。ああ、やっぱりね。ちょっと待ってね。あ、サングラスですか？そうそう。メガネサングラスですか？あ、でも真っ暗いの売ってますよ。そう、あれ。あれ？カメラ。あ、ビックカメラ売ってますかね。ちょっと待ってくださいね。あ、でも、もう始まってるから。もう始まってるからいいか。はい。じゃあすみません、ちょっとね、今日画面ちょっと違ってるのはですね、まあ、いろいろ理由がありまして、はい。こんな感じです。コントラスト変えるツールが入ってないんで。入ってないんですよ。こんな感じになっちゃう。こんな感じ。新宿駅東南口です。今日はですね、こんなに白っちゃってますけど、曇天です。多少日が差してる感じなんで、非常に梅雨独特の本当に蒸し暑い。あ、光ってる、全然わからない。このウッカー山の奥にアルタがあるんですよね。そうですね、こちらの方にアルタですね。お昼休みはウキウキウォッチングができるかもしれない、ところなんですけど、まあこの前は結構ね、アルタ前でも結構騒然としてたような状況もありましたからね。まあそんな感じでですね、非常に暑くてですね、まああんまり長時間ちょっとやり続けると、なんか熱中時代になりそうなんで。東南口です。東南口ですね。東南口広場というのがありますので、はい、こんな感じです。はい。あ、南口です。東南口ですね。何でしたっけ？ここのフラックスっていうビルの、フラックスビルがこちらにあるんですけど、それをすぐ近くで、はい。今日もまあなんとか頑張って、まあチラッとティッシャーですね。チラッティッシャーですね。2000枚ほど持ってます。まあやっぱりあんまりストイックにやってもしょうがないんで、だいたい1日2000枚ぐらいでこう回復するような感じでいつもやっております。まあ今日もですね、今日はやっぱり基本的に長崎がノービザで、なんか中国人は旅行者入れるみたいな、そんな動きがあるそうです。非常にですけども、まあ長崎何をやってるんだと。ノービザって入れるのはどこの層なんですか？富裕層なんですか？いや、そこら辺もちょっと詳しいことは聞いてないんですけど、なんかそんな話が、確か沖縄も確かね、ビザの緩和の方、沖縄も結構そういう動きがあるみたいじゃないですか。ノービザでいらっしゃいみたいな。いやー、本当ね、今日は別にここがね、ここのせいでこのカメラが調子悪くなってるわけではございませんので、こちらのカメラがね、壊れてるわけではございません。はい。天津飯の技を使ってるわけではございませんので、まあ、要はカメラの性能がですね、あまりにもその明るすぎるところだと、どうしてもね、こういう感じになっちゃうんですよね。本当はこれに、よく黒いグラサンをね、ここにつけると、だいぶ絵的には安定するんですけど、日が落ちるといい感じになってくる。いい感じになるんですよね。天気はね、これ良さそうに見えて、実はよくありません。この、こう、明る、この、しらっちゃくてる画面なので、天気よく見えてますが、実は曇りです、今日は。青空がないです。はい。もしかすると、雨降るんじゃないのかな、的な、こんな感じです。どうですか？私、昨日ね、
あの噂の、あの西早稲田2丁目4の18って皆さんご存知ですか、あの、バウネットジャパンとか、あと日本キリスト教団とか、そういうなんか、あと石原やめろネットワークとか、まあそういう女たちの戦争と平和の、記念なんとか、まあ、バウネットジャパンとか、まあ、そういうのがこう、混然一体となったので、すごい不論上と言われているような、そんなところにちょっと私、潜入してまいりました。で、その、WAM かなっていう、アバコースタジオって結構音楽業界で結構有名なスタジオなんですよ。もう60年代の方は結構もう、まあ、憧れのね、バンドマンだったら結構1回はそこで撮ってみたいなっていう、有名なスタジオがあるんですけど、行ってみて、実は行ったことなかったんですよ。だから、そこら辺がアバコスタジオっていうのはどうなのかなっていうのが結構興味があったんで、まあ、それで行ってみたんですけどね。実はね、ウリット教じゃなかったですね。ウリット教もあるんだけど、プロテスタント系の、日本キリスト教教団っていう、まあ、だからそこがなんか、そういうのがなんか中心らしいんですよ。で、事務員さんに、今日、いつもね、ここで該当してるのは、まずマスコミが伝えないこととかいうのがたくさんあるんで、ネットを皆さんちゃんと利用しましょうよと。まあ、ネットを利用するんだったら、前日本っていうのもちょっと使ってみてはどうですかっていうことを、まあ、やっております。で、まあ、それでチラシとですね、チラシを織り込んだ、ティッシュをですね、皆さんに配布して、まあ、今日も2000枚用意しております。で、まあ、それを、まあ、配布して、まあ、入ってですね、なんか、きっかけになっていただければなと、そういうふうに思ったりしていきます。今、ニコニコ動画の、反応する感じになりました。はい。そしてまあビラ配りとですね、これ見せましょうか、はい、裏のこれですね、知ってます？これがPC に貼ってあるんですね。まあね、まあ、意味ないって言われてしまうと、ちょっとおじさん、1年間やってきたおじさんとしては涙目になってしまうので、うん、まあ、そんな感じです。で、まあ、まあ、今日もですね、皆様に、あと、ここを、やってる人たちは、通行人というよりはですね、まあ、なったんでしょうね、タバコを吸ってる喫煙所の、で、こう、ずっとタバコを吸って待ち合わせをしてたりとか、そういうふうな場所なので、なので、こちらの、場所を使って、やっております。言いますかね。まあ、毎週、ここでやってるんで、またお前らかって思われてる人も、中にはいるでしょう。はい。まあ、そこら辺のところは、まあ、ね、皆さん、そろそろ、まあ、風物詩になってくれるといいのかなと思っております。まあ、昔ですね、福岡市にいた、愛国党の、まあ、赤荻議員さんみたいな、まあ、こんな存在にね、の、なんか、足元くらいのところに、ちょっと、管理人さん、ちょっとまた今日もまだ用事があるので、おそらく来るとしても夕方くらいでしょうかね、おそらくは。多分そんな感じになるかと思いますので、まあ、そこら辺は近くにまた、ちゃんとカメラ、6連に入ってもらって、なんかね、そう。だから、まあ、まだ取っかかるですよ。本当に、1年、2年やっただけでね、まあ、これでね、これだけの羊をやってきたなって言ったらね、反日勢力の人たちなんかね、もうね、何十なんちゃってるんですから。で、だから反日の人たちはですね、反日タイプの人たちはね、まあ、ユニオンとか連合とか、あとネットワークって言葉が大好きです。だからネットワークって言葉は我々が確かにネットという形で、つい最近使われた新しい言葉と思いきや、ネットワークというのは実はもうかなりもうずっと昔から使われている最古言葉でもあったりします。おそらく多分その当時の解釈としては、おそらく人と人をつなげるネットワーク。人ネットワーク。
PM ネットワーク、はい、市民ネットワーク、市民ネットワークです。あの市民ネットワークということで、おそらくまあそういうふうなことをですね、まあ、でそれが今はその原子と原子という電脳の中でネットワークというのが構築されてきたと。だから多分おそらく最終的にはやっぱり PC を介して人と人がつながっていくわけですから、やっぱ人と人のネットワークっていうのがやっぱり最終的には大事なのかななんて最近は思うと、この頃です。ああ、ごめんなさい、市民ネットワークです、ごめんなさい。今 TM ネットワークって出ますけど、これは多摩ネットワークの略ですね。はい。で、今 AKB の、やつが今流れてましたけど、はい、まあね、まあ、あえて、コメントは申しません。はい。まあ、だからそういうところで、まあ、やっぱ人と人とのつながりを、まあ、持たす、まあ、一つのきっかけとしてですね、まあ、こちらの外見活動もやっていこうと思います。実は、まあ、こういうふうなリアル活動はですね、他にもですね、我々のその陣営では例えばボクシングぐらいとかそういう方で、まあ、日夜この反日勢力と日々戦っております。そういうふうな人たちと一緒にですね、まあ、私は、まあ、土日しかできない、土日しかできない、まあ、知らないサラリーマンのおっちゃんがですね、今日も、京都で、北東京が、そういうことですね、やっていると、そんな感じでございます。まあね、では、結構ね、毎週よく飽きずにやってるなと、もし、思われる方いるかと思いますが、おっしゃる通り、本当は私もそう思います。はい。なんでですか、なんで AA なのかな。まあ、おっちゃんなんでね、知らないおっちゃんが、やってるだけです。ダメリーマンって最近言われてます。まあ、なんとか、頑張ってます。じゃあ、まあ、こんな感じですね。じゃあ、まだね、ちょっとね、ティッシュがね、今日もね、折れてないので、若干ね、まだ、成果の実感ですか、実感としてはね、あ、でもね、たまにフレンド申請でね、外見見ましたって、いう方も来てくれてるので、最近は外見見ましたって人と、あと、桜地を見て入ってきましたとか、そういう人がで、フレンド申請来る方が結構、よく来ております。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、その中で、なんか変な声を聞こえます。HIS ね、韓国旅行で、ぜひ、止めていただきたいんですけど、たぶんあるんでしょうね。一枚ちょっともらってきましょうか。いや、いいですね。はい。もらってきましょうか。はい、もらってきました。こんな感じですね。チラシがこんな感じで。ワンピース。ワンピースの絵が描いてあるんですけど、これ大丈夫なのかな？まあやっぱこういうところはちゃんと撮ってるんでしょうね、きっとね。金曜桜地見てる方どうもありがとうございます。で、まあスーパーサマーセールって書いてありますね。夏は冒険だ、海外旅行だ、海賊、ソウル2万円。ソウル2万円。行かないでください。江東駅まだ落ち着いてないので、これ見てらっしゃる方、やったに釣られて行かないでください。もしかしたら金も近いって、また江東駅のですね、江東駅を、金主になっていただけると、いただくとですね、大変なことになります。こちらを次ですね、台北。台北いいです。台北 2.48 万円。2.98 万円。滞在時間ばっぷり、朝早めに出発、夜帰国と、3日間。台北ツアーを、これいいんじゃないですか。ね。そう。台北ですね。小籠包とか食べたいですね。あとはビーチリゾート、バリ島、上海、行かないでください。今ね、
タイ、バンコクとかシンガポールとか東南アジアの方はちょっと今ベトナムと中国が今ちょっと一触即発なので、セブ島とか、セブ島もちょっと気をつけた方がいいですね。あのセブ島はフィリピンなので、はい、まあ行くとしたら例えばソウルはまあね、やめてきましょう。ウルトラソウルの私もですね。何言ってんでしょうね。でしょうか。すいません。あ、どうもありがとうございます。あと北京 2.98 万円絶対行かないでください。あのハニトラもかかります。あとソウル3日、10人で10万円、お一人当たり1万円絶対行かないでください。あの夜間に釣られて、これ行くと大変なことになります。はい。ハワイが、36万円 ?18 万円すごいね。でもトルコは11万円って書いてあるんですね。バージャーコンビ。またあるわ、ソウル。ソウル 1.28 万円。さあ。まあ、交通費があるんで、皆さんお気をつけください。はい。でまたここの HIS のところで工程機があるんで、ぜひお控えなさってくださいとか言うと、まあ、HIS の人の営業妨害になって、しまうので、ここのところはなんともこう難しいところですね。はい、困ったもんです。まあ、ここでなんかこっそり、言っておりますが、非常に困りますね。こういったティッシュいただきました。こういう青いやつね。まあね、非常に、なんて言いますか、そうですけど、どうなんでしょうね、まあ、行かないことがいいと思います。行くとしたら、抗日記念館とか、ああいうところに行って、やつらがどんなことを、日本人とか、そういうふうな。どんな嘘をばらまいてるのかっていうのを確認しに行くのは有効かと思いますけど、この前も村田春樹先生がそういうところに行ってですね、収容所とそれから抗日記念館みたいなところに写真撮りまくって、その写真をこうなんかプロジェクターに出して込みまくってましたけどね。日比谷公会堂でやってました。日比谷公会堂でやってますので、いや非常に込みどころ満載の蝋人形を使った展示展でしたね。はい、なんか知らないけど、朝鮮半島の人たちはね、なんか日本に対して独立戦争をしたみたいなことが書かれてて、そんな戦争あったけど聞いたことないんですけど、びっくりしました。なんかそういう村田さんのですね、すごい面白ツアーですね。マジカルミステリーツアーって言っても過言ではないような。なので、多分それを見るとですね、かなり参考になるんですよね。じゃあ日本人をなんかこう悪人面にこう蝋人形にしてた場合にですね、どう考えても顔がニダーの顔になってて、悪人面にしようとするとニダーの顔になるという、そんな蝋人形でしたね。なかなか、そう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 、ラジオ体操させてから拷問するのか、体をこうだからラジオ体操でゆっくりほぐしてからそれからきっちり拷問を行うというね、非常に健全な拷問にもね、こう格調高い拷問っていうのがあるんでしょうかね。すごかったですね。そんな感じですね。だからやっぱり結局その自分たちのその想像の中でやっぱ作るので、どうしてもその自分たちがかつてやってきたことを想像しながら楽楽にするっていうのってやると。だからかなりそういうのがあるんじゃないのかなというふうに、思いました。あれを見る限りで。だからこそ、そういうね、嘘を暴いた村田さんは本当にすごいなということで、私はまあ今後ともですね、このアバコスタジオの2階にある女たちの戦争と平和の、記念館なんですね、かっこ笑いっていうところがあるんですね。バーで、そこのところにね、松井弥生っていうね、要は国際女性審判
皇帝とか言って、あの模擬裁判で、まあ、昭和天皇ですね、まあ、あの有罪判決にしたで、あのおばさんがいるんですけど、あ、おばさんじゃない、あのご婦人の方がいるんですけど、あの、あのね、昔、朝生テレビで、あの、あなたのお父さんも軍人だったんだったら、同じことやってんじゃないのって言ったら、うちの父は潔癖ですって言って、あの、キリッとなんか言ってた人なんですけどね。はい、はい、まあそうで、まあ金さんとか、あとあの時イジリさんもいたんですよ。イジリさんと、あとあの確かにホンマニズムの小林義則さんとか、あの人たちが口ポカーンと張ってて、もうなんかすごいすごい映画でしたね。はい、あ、そうそう、明石の記者ですね。あと明石の記者っていうと、あの内海緑も明石の記者だよ、思ったうつむ緑もね、はい、自分の主張はこんなことしませんね。何を言ってるんだよ、最初ね、お前は。あ、まあ、田原総一郎もかなりあの呆れ顔でしたけど、あの田原軍内もびっくりと。はい、そうですね、まあ、すごいもんでした。でね、そこのところにあの、で、このね、松井屋よりの像がね、あの、この、パネルがね、ドーンとね、1メーターかけ 1.5 メーターぐらいの大きなパネルが、等身大ですか、等身大よりでかい顔写真がドーンとあって、夏、あの日記に上げておりますけど、すごいですよ。で、あとはもう、その国際、あのバウネットジャパンと、それから WM って人たちの、その、素晴らしい、方々が出てきて、書籍が出て、心狭しと、よくぞここまで書いたもんだなと思うぐらい、本がどっちゃりあって、でね、手の届かないところに、非道大東亜戦争の真実が入ってね、昭和28年っていうのはすごいね、古い書籍とかがあって、それはね、結構ちょっとね、いろいろ、その当時のことが、こと細かに書かれてる資料があって、これはね、すごい、それはね、結構いい本だったんですよ。で、それがね、これぐらいあるんですよ。引っ立てられたのがこれぐらいなんですけど、もうね、もう、紙とかもうボロボロになってて、もう染みだらけになってるんですけど、それは結構その当時の資料としてかなり、割とその事実に乗っ取ってやるのが、でもね、手の届かないところにあるんですよ。手の届かないね、やっとこうやってね、手伸ばしてこう、届くようなところにね、こっそりあるんですよね。ね、僕はそんなの見逃しませんよ。これは見てね。あれの資料を読むだけで、一応ね、入場料が500円なんでね、まあ、あの資料を見るのは、取るために、まあ、500円1日高速でありかなとはちょっと思いましたけどね。あれ写真で全部撮ると結構いいのかなぁ。そうそうそう、手術通りやったら放送できないもんね。なんだっけな、あとね、驚いたのがね、この時にね、関西から来た、学生の、女性の学生の方が10人ぐらいいたかな。で、引率しているであろうおっさんがいて、その人は多分引率しているであろう、多分高校か大学の教師なんでしょう。多分高校の教師なんでしょうね、きっと。で、そこに連れてって、なんかみんなで、なんかやってるんですよ。その、いろんな資料をね、こう、見回って写真とか撮ってた。一応私も事務員の方にこれ写真撮って大丈夫ですかって、許可取って写真撮りました。なので、まあ、前日本の日記のところに、レポートしてありますし、あと、実はね、ここ、バウネットジャパンのその建物っていうのは、もともとアバコのスタジオなんで、アバコっていうのは、要はプロテスタントの教会なんで、当然教会もあるんですね。だから結婚式場もあるんですよ。だから、結構割と、その建物のその敷地内に関して、建物にないところは、割とその結婚式でそのカップルが撮るためのとか、その時の自由に撮影していたりとか、あと、スケッチするおじさんとかが結構いるので、割とね、そこら辺のところは基本的に事務員さんに聞いたら、ここは割とフリーに撮っていいですよ。そんな感じだったんで、いろいろ撮ってまいりました、動画で。なので、月曜日ぐらいまでになんとか編集して、ニコニコ動画にアップしてみようと思っております。はい。まあ、だから、あとは、あれですね、本当に、
この辺りのね、あとはその2階にあるその、NCC と呼ばれているその団体にちょっと電話して、その結局プレートってあるじゃない、その例えばあのビルの中にこのテナントがどういうのありますかっていう一覧があるじゃないですか。あそこのところに石原屋根のネットワークがないんですよ。だから多分その NCC とおそらく事務所が近隣にあってたりする場所があると思うんで、ちょっと電話取材しようと思ってます。で、これとこれっていうか、その一覧とかもしあったら、あのメールか何かでもし、いただけたらお願いしますっていうこととか、もしくはなんか口頭で差し支えなければ教えてくださいみたいなことで、やっていきたいと思ってるんですね。で、まあそれもまた毎日本の日記の中で、紹介していこうと思ってますので、はい。で、あとは桜地とか、あと毎日本スプレッドとか、ああいうところで、その、こういうふうな、お話を、まあ今、この今現時点でこういうふうに口頭でお話ししてるのも、まあ含めてね、やっていこうと思ってますので、まあそんな感じで、やっておりますね。まあ今後ともですね、なんか気になる場所があったら、現地にカメラ持ってって取材して、まあ自分なりのその、まあ素人ながらもね、一時ソースを拾っていこうと思っております。で、まあジャーナリスト宣言で、まあね、そういうキャッチフレーズがあるので、私はそのにちょっと乗っかりまして、後ろにカッコ笑いをつけて、ジャーナリスト宣言カッコ笑いっていう、そういうキャッチコピーで、これからやっていきたいと思いますので、こんなね、インチキ臭いジャーナリズムなんか、我々素人の力で、みんなでたくさん集まれば、多分笑って吹き飛ばせるんじゃないかと。こんな感じで今後とも、展開していきたいと思います。はい。ペンは天よりも強しとか言ってました。しかし、ペンは金に弱しと。こんな時代じゃ困りますからね。なんとかやっていきましょう。では、そろそろまあ30分経って、まだ、配れる体制ではございませんが、まだ折々の作業がまだ続いてますので、まあ、とりあえずちょっと軽く10分か15分ぐらいちょっと外線をやろうかなって、きつこっときます。大丈夫です。いやいや、いいんでしょ。なくなると思うんで、途中で交換に入るかと思いますよ。大丈夫です。まだ多分生きてると思うんですけどね、こっちのトラメナのと。バイク、ワクワク、ワク、バイ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 ク。はい、新宿駅東南口、ご通行中の皆様、大変多くの音で申し訳ございません。私は、マイニホンという、団体をですね、紹介するために、こちらで代表をしている、まあ、古川というものなんですが、同行の練馬から、毎週こちらでですね、新宿東南口、毎週日曜日、午後1時から、午後5時まで、こちらで、凱旋およびですね、選手、チラシを売り込んだ選手を、お配りしております。どうか皆さん、
午後5時まで、大変大きな音で、ご迷惑をおかけいたしますが、ご視聴、ご理解、ご協力どうぞよろしくお願い申し上げます。私たちはこちらの青い方でおなじみの、前日本でございます。まあ、毎週多分おそらくこちらに、通りかかっている方は、もうおなじみだと思いますが、私たちはインターネットサイトの前日本でございます。気がついたら前日本、気がついたら前日本です。http://mynihon.jp マイニッポン .jp でございます。こういうインターネットサイトをですね、おおよこですね、2009年の11月16日に開設 しまして、今現在に至ります。そろそろですね、4万9000人という、会員数に、なる、こういった、インターネットサイトで、SNS という形式を、取っております。SNS というのは、要は Facebook とか、Mixi とか、こういうソーシャルネットワークサービスという形式で、インターネットサイトの運営を行っております。では、Facebook や Mixi と一体何が違うのか。これはですね、一つのキーワードで、表したいと思いますが、こちらがですね、日本に誇りを持つ仲間たちのネットワークということで、この一言でですね、皆さんで、集まっております。まあ、簡単に言うと趣旨はですね、実は私たちこの日本を壊そうとしている人たちが、たくさんいるということをですね、多くの日本人に伝えようと、こういう趣旨で、このインターネットサイトが出来上がっております。皆さん、日本を壊す人っていうのは一体何なんだろう、誰なんだろうと思う方、いらっしゃると思います。まあ、端的に言えば、今の現政権を、握っている、この民主党、これもですね、一つ、日本を壊す勢力だと私たちは考えております。今の菅首相、どういうことをやってるか皆さんご存知でしょうか。今回の震災の仮設住宅の件、実は仮設住宅というのが本来であれば日本の中で発注していくのが、まあこれ普通考えれば日本の中で発注することの利点って多いですよね。例えば外国から発注するときはやはり数という面で船便になるはずなので、もちろん、注文から納金にかかるその時間というロス、それと、日本の国内でお金が落ちないから、経済が回らないという、こういうふうな二つの、問題点があるということで、まず一番最初に国内の方から、発注をしていくというのが普通でございます。が、しかし、今回日本には、危険が発注しておらず、実は、ここでですね、前もってそういうふうな発注があるであろうとですね、他の企業が仮設住宅を作っているのに、実はこちらの方の在庫がものすごく余っているんです。しかし、韓国や中国のところに仮設住宅の発注は今でも行っているんです。つまり、彼らはこの震災を利用して、仮設住宅ので日本に落とさなければいけないお金を海外に流し込んでいるのは、これが民主党の正体です。子供手当にしてもそうです。外国人労働者という、この家族の子供がですね、日本に住んでいなくても子供手当として海外に送金されるという構造を作ったのが民主党でございます。じゃあなぜそういうのがマスコミに出てこないのか。それは例えばブリヂストンタイヤ、イオングループという企業、皆さんご存知ですよね。ヤスコの CM やするからブリヂストンタイヤの CM ってよく、耳にすると思いますが、ブリヂストンタイヤのセールスは、鳩山前首相、そして、ヤスコ、ウェルシア薬局、ミニストップ、こういったグループの企業体の、イオングループは、岡田幹事長、この、がですね、この御曹司であるということ。つまり、今のテレビ局というのは、こういう民主党に不都合な、情報をですね、流しすぎると、お金の坊ちゃんの政治、の党ですね、に、こう、不都合な情報を流すのはけしからんと。こういうことで、じゃあ、スポンサーを降りると。
こういうふうな流れになるのは困るから、テレビは、テレビの報道とはいえ、こういうふうな情報を流さないというのが、これが必要なんです。考えてみましょう。日桜の提供しているアニメ会社で、カッパが着るシーンは作れないんです。それと同じようなことが、この、例えばニュースステーションの第一スポンサーはイオングループです。古崎一郎さんとか、他にもしかして流っていくかもしれないような情報が、視聴率が取れるのにもかかわらず、そういう認知症にとって不都合な情報とか、こういうふうなスキャンダルが、そういうところで抑えられているというのも、皆さん、こういう一般社会で生活されている方だったら、すぐに腑に落ちる話だと思います。このように、今、しがらみのないネットのところでは、こういう認知症に対する不都合な情報というのは、実は、いろいろな形でネットでは出ているんですが、ニコニコ動画でも、国会答弁のところで、たくさんですね、民主党に対するいろいろな突っ込みがあるのにもかかわらず、NHK をはじめ、今のテレビや新聞はそれを大々的に流そうとしていない。そのために、今ネットである情報と、それからマスコミに流れている情報というのに大きな乖離がある。こういうことがかなり出ているということ。だから皆さん、マスコミが情報を信じられないと思っている方、何か嘘があるなと思われている方は、おそらくネットと、それからマスコミの情報をおそらく見比べている方だと思います。こういう方は相当に勘の鋭い方だと思いますので、どうか皆さん、今後もですね、ネットと、それから、マスコミで流れているこの2つの情報をぜひ見比べていただきたいんです。そこに大きな乖離があったときに、ここは、どういうことで、テレビとか、それから新聞がそれを押さえていたりとかするような構造をちょっと、考えてみましょう。調べてみましょう。その一つのツールとして、この前日本というのを、ぜひご活用していただけたらと思うんです。まだですね、スタッフの方がですね、今、チラシを、押しているところなので、この後、ティッシュを折り込んだ、チラシを折り込んだティッシュをですね、お配りいたしますので、この青い、チラシがですね、折り込んでおりますので、ぜひお手に取って、QR コードもございます。登録は無料ですし、QR コードで携帯電話からのアクセスも可能でございます。どうぞ皆さん、このように、今、日本を壊そうとしている人を多くの人に伝えるという、こういう趣旨のもとで私たちは日々活動を行っております。どうぞ皆さん、ちょっとでもいいんです。政治に興味を持っていただきたいんです。そうしないと、興味を持たなければ興味を持たないほど、ああいう民主党の人たちに代表されるような、自分たちの利権、自分たちの保身にしがみつくような政治家がどん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 増えていくんです。ちゃんと私たちが有名人だからといって票を入れるとか、もしくはですね、政治に興味がないから投票しない俺ってかっこいいっていう風潮ですね、今後なくしていかなきゃいけないんです。ちゃんと政治のこと、民主主義というのは私たち一人一人が責任を負うことによって成立するということ。だから私たちが国民一人一人が頭が悪くなれば頭が悪くなるほど、日本、我が国の政治はですね、どん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 制度が悪くなっていくということと、これはですね、だから今のこの民主党のこと、日本を壊そうとしている勢力も、これは私たち一人一人のこの戦後60年間の、戦後60年間の、突き続けてきた嘘、つまりこういうアメリカ的な、個人主義とか、そういうふうなですね、自分さえ良ければいいというふうな風潮とか、こういうものが蔓延した結果が、こういう、一つのですね、こう、民主党に代表されるような、模擬ばっかりの、政治に、転じてしまったのではないかと私は考えております。どうか皆さん、政治にもう一つ興味を持ってですね、ちゃんとした皆様のまっすぐな目で見た、ネットと、ちゃんと、マスコミのこの二つの情報を見比べていただいて、皆様のこの公平のまっすぐな目で見る、投票ということを行えば、日本を壊そうとしている政治家の人たちはものすごく脅威になるはずなんです。投票率が 80%、90% になれば、特定の利益団体、もしくは宗教庁と呼ばれているような宗教団体におもねった議員は、そういう固定票に頼ることが馬鹿らしくなってしまうはずなんです。
だから皆さん、どうかお願いします。ほんの少しでいいんです。政治に興味を持っていただきたいんです。この一つのきっかけに毎日本に登録していただいてみたらいかがでしょうか。どうかよろしくお願い申し上げます。今、チラシを織り込んだ実施をですね、ここに始めましたので、どうかお手に取ってご access、どうぞ、よろしくご利用、どうぞよろしくお願い申し上げます。 http://mynitonl.jp 続いたら毎日本、政治がなんかおかしいなと思ったら毎日本、マスコミがなんかちょっと変だなと思ったら毎日本、ぜひですね、ご access してみてください。ご登録どうぞよろしくお願いします。登録は無料です。その後もお金は一切かかりません。どうか皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。ティッシュ配布とそれからこの外出作業は、5時まで、行います。そろそろですね、一旦、お話を、一旦終了したくなって、また、時間を取ってから再開したいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。どうもお疲れ様です。まあ、大体こんな感じです。ええ。あ、すいません。まあ、こういう感じで、いつも、ぐだぐだな、演説をやっております。で、ちょっとまた、インターバルを置いて、ちょっとね、今日も弁士さんが私一人しかいないので、多分おそらく同じ話のですね、ローテーションになってしまうかもしれません。自分自身もそんなに頭のいい人間ではないので、またまだ初めてそんなに、ね、別に手慣れてるってわけじゃなくて、ただのですね、一般のサラリーマンっていうところがあるんですが、まあなんとか自分なりに一応頑張って、やってみたいと思います。新風の角田さんももしかしたら来るかもしれないので、また角田さんにマイクを渡して行きたいと思いますので、できる方がもしいたらですね、まあなんとか、やっていきたいと思います。さだまさしは似てないな、うん、どうしてもね、一人になってしまうと外伝する内容がどうしても通り一辺倒になってしまうので、だいぶ、やっていかなきゃで、まあこういうハゲたおっさんなんでね、本当、まあ拙いハゲ多いんでございます。はい、まあできるだけ、まあ自分でやれることはできるだけやろうかなということで、ぜひですね、こちらにもし来ていただいた方は温かい声とか生温かい声とか、まあ時に罵声とかもですね、いただいたりとかですね、いろいろ、このことをやっていきたいと思いますので、まあとにかく続けていくようにですね、8割ぐらいの、力で、なんとか頑張ってですね、多少緩やかに、で多少、継続の方を、優先してやっていきたいと思いますので、なんとか頑張っていきたいと思います。まあそうですね、これ50年やったら本当赤帯ですよね。まあ確かにね、その世界が陰謀に満ちているっていうのも、これもまた一つのあれかと思うんですけど、まず日本はですね、それまずこの国内のことをまず整備しないと、これまず戦う前にまず信長の野望やっていただければ分かると思うんですけど、まず国力を持つ、ね、だから我が軍をちゃんとこう強固なものにしてから、やっぱ戦争というのは始めないといけないのかなっていうのがありますので。まずそこからですね、やっていかなきゃいけない、いきなりですね、ウザードリーグでいきなり10階下のところに行ってですね、レベル上げもせずに、ね、10階下とか行ったらね、あっという間に、殺されてしまいますので、はい、そんな感じでございます。だからまずはね、一つ一つスライム倒しておきましょうという感じで、やっていきたいと思います。はい、まあそのスライム自体もかなり強いんですけどね、なんか最近ね、この前の半原発のあれも見てて、今回昨日行ったバウネットジャパンでね、その国際女性審判法廷のその様子のパネルの作りもそうなんですけど、まあすごい、うん、
金かかってるわ。うん、あと組織力もかなりあるし、みんな訓練されてる。だから、なんとかね、我が軍もちゃんと訓練して対抗できるように、強固なものにしていきたいかなと。そのためには皆様の力がどうしても必要なんですということで、まずは数を増やさないといかんと。どんどん数を増やしていこうと。こんな感じで、やっていこうと思っています。ちょっとですね、少し喉を、ちょっと、5分ほどちょっと休憩を取って、まあ、1時50分からまた回転を再開したいと思いますので、またちょっと街の風景を5分間ほど、ここですね、どうぞ、5分間ほどご観覧ください、コメントなどで。すいません。じゃあちょっと、50分から再開したいと思います。じゃあ、一旦、少しフレームから外れます。はい。映像担当、私、センスが担当しております。そうですね、マシカル。こちら回しましょうか。そうですね、ルミネの、階段の下です。頼んでいたりとか、ここでうまくバトンタッチしておこうかなと思って、
と、あとはまあ、たまにあのバンドマンに行くと、まあ、そういうのか、うまいこと負けないように頑張っていきたいと思います。では、よろしくお願いします。はい、新宿東南口ご通行中の皆様、大変多くの音で申し訳ございません。私は、前日本という、こちらですね、広報ということで、こちらに立たせて演説をしていただいて、しております、ものなんですが、大変なものなんですが、こちら、前日本、こちらにはティッシュ、東大売り国家ティッシュをですね、お配りしております。どうぞ皆さん、お手伝っていただいて、こちらのですね、青い旗でおなじみの前日本、ぜひ、インターネットのこの前日、インターネットサイトのこの前日本を、ご利用、ご活用、どうぞよろしくお願い申し上げます。この前日本というのは、日本を壊そうとしている、人をですね、多くの人に伝えるための、ネットワークでございます。日本を壊そうとしている人たち、一体どういうものなんだろうと。これはですね、例えば簡単に言うと、今日本に住んでいる、人の中に、例えば、特定の外国人勢力というのも、これも実は私たちにとってですね、かなり、重要な、危機をですね、今現在、迎えているというような、状況がございます。今、隣の中国という、国のイメージは皆さんどう思われていますでしょうか。中国という国は、どうしても皆さん、漢方薬とか、それから、体育圏、あと、お酢を飲んで健康だとか、それからなんかゆったりした、なんか水墨画のような、イメージ、水墨画があるような、そんな、国のイメージかと思いますが、実際ですね、私、拓殖大学というところで、中国の学生の人たちによく、お付き合いしたことがあるんですけど、かなりですね、そういうイメージとは遠く離れた存在であるということは、一回ご認識をですね、改めていただいた方がいいと思います。それはどうしてかというと、あっちは、我々島国と、違って、大陸でですね、さらに大変な人数がいるというところですから、特に自分のために、他人のために何かするというふうな、考えは実はないんですね。こういうふうな、考え方をすると、どうしても差別だと、思いがちになると思いますが、これはですね、これはいわゆるお国柄というやつなんです。ところが変わればやはり人の考え方は変わるということで、そういうことをしなければ、自分が生まれてしまうわけなんです。こういうふうな環境の中で、人間の考え方というのは作られていくことを考えれば、こういうことをちゃんと認識しない方が逆に私は差別のような気がします。ちゃんと、そういうふうな、この国のお国柄とか、そういうふうなことを環境を考えて、それで相手と対峙するということが実はすごく重要なことなんです。ましてや、我々とはこの政治的な思想も違うということをですね、ぜひご認識していただきたいんです。あちらは一党独裁、つまり、その自由が少ない国であるということ。だからこちらの日本のところにどうして彼らが大量に来るのかといえば、やはり、この日本のですね、自由で住みやすいという、この国をですね、に行きたいという、こういうふうな思いでかなり来ているんです。それは、中国だけではございません。他にもたくさんの外国人が日本が住みやすいという理由で、どんどん我が国の国の方に流れているんです。しかしですね、やはりお国柄ということで、自分のその利益のためだったら犯罪を起こしても構わないというのも、これが中国の社会ですし、実際に、中国では何か行う、何か犯罪を起こしたとき、ほとんど思いっきり、大体死刑とかそういうふうなことになったりするんですが、それでも犯罪率は一向に下がらないというのは、それだけ自分たちのその個人主義というのがものすごく、強いという、こういうことなんですね。だから私たちのこの日本に来るとですね、当然その中国に比べて法律が
本当に優しい法律になっているの、人に優しい法律になっているので、腰の国に行ってやりたい放題なことをやっているというのが今の現状なんです。他にもですね、今私たちのこの国では、この国ではですね、いろんな地域のところで中国の観光客、ビザを使わずに私たち国に入れるような規制緩和を、する動きが結構最近になって多く、増えてまいりました。という現象がですね、かなり、出てきました。実はこれも、北海道インバウンドトックと呼ばれている場所が、それから最近出てきたんですが、例えば沖縄、それから、昨日した、事案としては長崎、こちらのところにですね、中国をですね、見流しで観光客を入れようというですね、こういう動きが実は今あります。しかし皆さん、中国に国家動員法という法律があるのを皆さんご存知でしょうか。国家動員法というのは中国の法律で、なんだ私たちに関係がないんじゃないかと、こう思ったら大間違いです。例えば、この中国国家動員法というのは、仮に戦争になった場合、旅行者でも、それからそこに永住してようとも、この敵国にいる中国人は全員、人民解放軍となって、この敵国と戦わなければならないという法律なんです。当然、これの法律に、この法律にですね、この法律に反したものはですね、当然重い刑が課せられるということ。こういうふうな、法律が実はあるんです。だから、今、観光客で来ている、こういう中国人の方や、もしくはですね、中華鍋を送っていた、なんか王さんとか、そういうふうな、人たちがですね、この国家分法が、発動したことで、私たちに、その中華包丁で私たちに、襲いかかってくるというようなこともない話ではないんです。それが中国の国家動員法というものなんです。他にも、今中国は、私たちの、ただずっと南の東南アジア、フィリピンの沖合、スラトリー諸島、それからもう一つ上のですね、ペーサ諸島と呼ばれている、地域がですね、こう中国が自分たちの領海だと、本当でしたら開拓経済水域という線が決められているところよりはるかに、全部の海域を自分たちのものだと主張して、中国の海軍の軍艦をですね、次から次へと、今実効支配しようと、こちらのところにどん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 戦艦を送り込んでいる。これが今の中国の現状なんです。そして、それに反発するベトナム政府がですね、1979年以来の徴兵制度をですね、復活させ、そして中国の国境線近くにある領海のところで実弾演習をしております。つまり、かつてやった、中越戦争と呼ばれたですね、この中国とベトナムが戦争が起きるという、こういう危機に直面しているということを今、テレビ、新聞、果たしてこれを大々的に取り上げていますでしょうか。こういうことを全然発表、報道しないで、AKB48 の総選挙がどうなんだとか、こういうなんかくだらない情報をさらし続けているというのが今の現状です。この戦争が起きるということが一体何を意味するのか皆さんご存知ですか？私たちのこのエネルギー、この電気のエネルギー、火力発電所の通る道、タンカーの通る道が 90% がそこの海域を通るんです。つまり、そこで戦争状態が起きた時にタンカーの道が塞がれるんです。塞がれたらどうなりますか？塞がれたら 30% かそれぐらいの、我々の全体のこの電気エネルギーの 30% を負担しているこの火力発電所が一気に止まってしまったら、節電所からのレベルではないエネルギー危機を迎えることになるんです。こういうふうなことを一切マスコミが伝えないまま、反原発がどうだとか、原発を即時停止しろとか、こういうふうな情報を大々的に取り上げるこのマスコミが一体どういうことを意味するのか。皆さん、今、私たちのエネルギー危機というのは、
反原発のこの問題だけではないんです。原発がこの後、もし仮に一口停止して、原発の 30% の、エネルギーの全体の 30% が止まり、収益戦争が起きて、火力発電所が止まってしまった場合、我々の6割近くのエネルギー、電気エネルギーが喪失してしまうということなんです。なくなってしまうということなんです。なくなってしまったらどうなるんですか ?40% 一体何ができるんですか何もできないはずなんですよ。こういうふうな危機のことを全然日本人たちが長くない人に夏には一体何なんだと。私は本当に怒りを禁じられません。皆さん、こういうふうに、今、我々の自体都内下がものすごい危うい状況にもなっているにもかかわらず、こういう情報を一切流さない。この前の民主党のビービーという、その放射能のをですね、コンピューターでシミュレーションして、そしてそこから、その地形の計算によって、どんな風に汚染状況が流れていくかというような情報を、全部民主党が隠蔽するのと同じようなことをマスコミが行っているんです。だから皆さん、こういう風な日本を壊す勢力というのが、これだけいるということをぜひ皆さんに知っていただきたいんです。そして、ネットで流れている情報と、それから、実際にマスコミで流れている情報、この二つをぜひ見比べていただきたいです。そして、こういうふうなことを、きっかけにして、少しでもいいから今起きているこの日本の状況、政治の状況についてですね、少しでもいいから時間を持っていただきたいんです。そして、公正な目で、ちゃんと票に投じていただきたいんです。そうでもしない限り、私たちのこの日本の政治は、自分の保身や、自分の特定利益の利権だけにまみれた政治家によって、こういう人たちの連中によってですね、私たちのこの政治、私たちの生活が、全部彼らの手に握られてしまっているのが今の現状なんです。どうか皆さん、この今のこの、状況をですね、ぜひ認識していただいて、私たちのですね、この、日本の未来のために、どうか皆さん、少しでもいいから、ちょっと時間を持っていただくこのきっかけとして、この前日本というこのインターネットサイトをご利用してみていただくのはいかがでしょうか。http://nynitton.jp 気づいたら前日本。気づいたら前日本でございます。どうぞですね、こちらに、どうぞよろしくお願い申し上げます。携帯からのアクセスも大丈夫です。お配りしているチラシ、ティッシュの中には QR コードもございます。どうか皆さん、こちらのところにどうぞ、ご安心、ご利用、どうぞよろしくお願い申し上げます。ということでですね、一旦、ちょっと演説をですね、終了いたしまして、またインターバルを取りまして、演説をまた、開始したいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。はい、お疲れ様です。だいぶですね、ちょっと暑いんで、かなり喉が合わせてないの。やっぱ15分ぐらいですかね、なんとかうまく、またちょっと10分ほどインターバル取って、また、始めていきたいと思います。すみません。ありがとうございます。どうもありがとうございます。だから本当今ね、テレビの視聴率がね、10% 最近切って止まっているという情報が流れてるそうなので、それもそのはずですよね。自国の人たちより他国のね、ドラマの方を優先しているようなことをやってるっていうことがね。ベトナムはまだ占領されてないですけど、これから多分、戦争が始まるかもしれないという状況かと思います。だいぶですね、今、ベトナムの国民は、この自国を守るために、かなりですね、一致団結しているような感じがいたします。かつて、アメリカのベトナム戦争、もっと前に言うと、フランスの、独立戦争から、アメリカのベトナム戦争、そして中越戦争を経て、あの国が、この、
秘敵に対してどう、守っているのかっていうことを考えると相当な、一筋縄ではいかない国だと思うんですよね。おそらく中国でもかなり今後大変、大変な目に遭うですね、実際にやるとしたら。なので、ただ、海軍が非常に、あまり、状況があまり強くないというふうな情報もあるらしいので、そこら辺がちょっと心配どころですね。なんとかアメリカと手を組んで、アメリカも多分ね、スクラブリー諸島あたりをね、抑えられると、結局、マラッカ海峡近くのところまで抑えられちゃうので、インド洋とそれから太平洋をつなぐところの、部分の行き来がかなり煩わしくなるんじゃないかなっていうところがあると思うんですから、まあ、おっさんの、ね、素人考えなので、多分突っ込みどころ満載だと思うんですけど、だから、そこでうまく手を組んで、頑張ってもらおうたいかななんて思ってる、まあね、かつてアメリカとベトナムはね、それこそ地獄の門白くよろしく、割とで近い過去に、まあ、戦争ということがありましたけど、ただ、やっぱり今ある敵が一体どこなのかというふうなことの、やっぱ認識をね、アメリカさんも、見ていただいて、なんとかね、ベトナムと組んで、中国に対抗していただきたいかななんて、個人的には思いますけどね。というより、ベヘーレンはどうするんでしょうね、ベトナム平和連合。さて、ベヘーレンの方は中国を味方するのか、はたまたベトナムを味方するのか、戦争が起きたら、どっちを味方するんでしょうかね。なかなか、そこもちょっと、あれですね、気になるところがございますね。まあ、中国の戦争とか中国の核は今日の核だとか言い始めそうな人たちなんですね。こうね、ベヘーレン、頑張っていただきます。ちょっと電話番号を知ったら、がね、分かったらちょっと電話でちょっと聞いてみたいんですよ。実際、どうするんだと、お前らは。まあ、そんなお前らはどうとか言いますね。こっちが、回ってましたね。すいません。あとはもう、なんていうか、最近、あとは、どうしてもやっぱり、やっぱり時間がかなりあれから経過しているということで、どうしても拉致被害のことに関しての関心がだいぶ薄まってきているというふうなのがあって、参加人数が相当少なくなっているんですね。それもすごく危惧しております。そして、横田めぐみさんの ご両親の方々もかなりご高齢になってきたので、その辺りも相当心配かなと思っております。そして、本来であればね、この時点でも、ね、菅さんはね、この時点でも菅さんは、ね、首相としては失格なんですよ。いまだに、シーアースの社交署名に関しての撤回はいまだにしておりません。そして、損と決着してエネルギー再生法案ですか、あれで結局、原発に代わる自然エネルギーの利権を損と一緒にや手を取り合ってやっていこうという、この何、目論みバレバレじゃないですか、あの動画を見る限り。いやね、そこら辺もすごくね、気になります。本当に悪いですよ、在日利権ですよ。できるだけ早く、本当に法案を通さずに、彼はやめていただきたいですね。大体コップの飲み方一つとっても、とても日本人とは思えないような振る舞いです、本当に。いわゆるね、あっちの国の作法でお水を飲んでるところを見るとですね、本当に恐ろしいですね。日本人とはとても思えないです。だから、奴らバカじゃなかったね。本気でやっぱ日本を壊そうと思ってる。この人はそのためだったら何でもやるって感じがしました。
がバカな国をしてたことに、なんか騙された俺も本当にバカだった、うん、あいつがバカだと思った瞬間にもう私の負けですね。まあとにかくね、在日国権なんて走ってとんでもない話ですよ。あの在日国権っていうか、まず私たちのね、私たちの国民にちゃんとね向かってるし、今の政治家の人たちは、そして私たちのこの未来の象徴である若い人たちをどうにかしとかないとさ、みんななんか投票率の高い団塊世代の連中のところにしか目向けないんじゃないですか、本当。なんかこんな感じですかね、ちょっと。なんてね、あんなことを、くっつってもしょうがないか。でもね、これが多分今の現状なのかなって思ったりします。はい。なんともね。だろう。で、あと、ね、一部徴兵は意味ないって言ってましたけど、私はね、多少見ると意味がありますよ。例えば、その、その組織っていうのは必ずその、上からのその指揮系統っていうのをちゃんとさ、動線をしっかりするっていうようなところで、ちゃんとその命令をどんな風にちゃんと、受けて、これちゃんと職務を遂行するかっていうのが訓練になるっていうこともあるし、最低限のやっぱ重火類の、やっぱ、で安全装置を外してからじゃないと弾が出ないとかさ、それぐらいのやっぱ知識は必要と思うんだよね。だからこれは別に軍を強くするってわけじゃなくて、有事の時にそういうふうな必要最低限の知識は持ってかないといけないということで、あとは災害が起きた時にそういうふうな対応っていうのがありますから、ね、そんな感じかと思います。なんてね。で、本来であれば徴兵をした人だけが放送とかの権利を持つみたいな人がね、もしかしたらだけどね、昔のあの明治憲法みたいにね、難しいね、それ難しいですよ、うん、今はもうね通天橋の、そう、通天橋の、いや、でもそうじゃないとね、結局その国のことをちゃんと考えてない人が投票してもあんま見ないんじゃないかな、だってね、ちょっと言い過ぎかな、うん、思っちゃったけどね、まあ、そんな感じね。すいません、15分にまた、あ、20分かな、20分にまたちょっと始めますね。はい。ちょっとまた、ちょっと始めます。はい。Oh, shit.
週ですがね、2、3名ほど白マークで聞いた人がいました。ここはですね、カメラがこの位置に移動したために前に椅子があるんですけど、ここに座られる椅子が増えましたので、多少は、いい感じじゃないかと思います。対戦中もずっと座ってくれてますので、耳には入ってると思います。これからまだずっと回転とチラシ配布を出ていきます。5時までやってます。今日は人数がいつもより少ない。じゃあ12人くらい見たことあります。練習は多かった。すごい多かった。なんであんなに行ってくれるんですか。20人くらい。打ち上げでも確か18人くらい、20人くらい。これは怖かった。ちょっと入ってなかったんですか。あー、しにくいんだ。左の3人組上がります。飛びますね。白くなっちゃって見えない。そうだね、白くなってるね。あ、ほら今のうちに今のうちに来て、また私が買いに行きましょうか。いや、大丈夫。ええ、ガチャさん、回線がいいよ。はい、一番濃いやつを買ってくればいいんですよね。そうそう、あのいわゆるシャネルに買ってくる。任せてください。今度は間違えます。じゃあ、よろしくお願いします。15分ほどやってからですね、次ダイナサーさんにやっていきたいと思いますので。大丈夫かな。はい、はい。
新宿東南口ご通行中の皆様、大変大きな音で申し訳ございません。私たちはインターネットサイトの前の方でございます。インターネットサイトの前の方、SNS という形式で行っております。SNS というのは、Facebook や Mixi、Dream、こういったものの、ソーシャルネットワークサービスという形式でですね、運営を行っております。皆さんはですね、このマスコミという、このテレビや、新聞、こういうものに対して、皆さん、全部が全部本当のことと思っている方、もしいらっしゃいますでしょうか、もしくはですね、マスコミに対して、彼らは、嘘をついている部分もかなりあるんじゃないのかなと思われている方が、もしいらっしゃいましたら、多分この方はですね、かなり勘のいい方か、もしくは、インターネットと、それから、このマスコミで流れている情報を、きっちり見比べてですね、評価している方なのかなと思います。私たちは、このような、ネットを利用して、この日本を壊そうとしている人たち、こういう人たちを、一人でも多くの日本人に伝えるための、伝えるために、こちらのですね、インターネットサイト、この前日本というのを設立いたしました。2009年11月16日から、現在に至るまで、4万9000人の今、会員に、会員数が伸びております。これも非常に、今、日本というのが、この震災を前にしても、かなり日本が大変な状況になっているということを、皆さん少し、なんとなく、思われているから、こういうふうな、状況になっているのかなというふうに、思っております。4万数千人、まあ確かにまだ、全体のこの日本人の数から考えれば、まだまだ少ない数字かもしれません。しかしですね、この数を、どんどん増やして、いわゆるですね、反日と呼ばれている、こういうふうな日本を壊そうとしている、もしくは日本が嫌いな人たち、こういう風な人たちがたくさんいるということをですね、本当に嫌ってですね、この日本構想としている人たちは、当然人員や、それから経済界の、こういう風な権力を持っている人たちがですね、かなり多数いるということ。仮にですね、私のこの右手にあるこのパチンコ業界というのが、これもですね、日本を壊そうとしている勢力だと私は考えております。パチンコというのは、在日韓国人、在日朝鮮人、北朝鮮の人たち、こういう人たちが、の企業であるということを皆さん、おそらくもう皆さんご存知かとは思います。そしてですね、この売り上げ、400億円というお金がですね、金正恩のところに流れて、そしてですね、核ミサイル、もしくは、軍事費というところにですね、お金が使われているということ。これを考えただけでもですね、こういったところにお金をかけるのは一体どうかと、皆さん思うかと思います。そしてですね、パチンコというのは、光と音、それからですね、この、乱数によるですね、この、乱数によるこの乱暴性によってですね、割とですね、軽いトランス状態を起こすような、こういうふうなカラクリになっているという、こういうような事実を皆さんご存知でしょうか。そしてですね、社交心と呼ばれる、お金がですね、本当に儲かるかもしれないというふうな、こういうふうな、期待感を煽るような演出、こういう形でですね、どん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 自分たちの心、これはまあ、アヘンのようにですね、頭の中にはドーパミンという脳内麻薬があるんですけど、こういうのが出やすいような、カラクリを作っている。それがですね、パチンコやパチクロと呼ばれているものなんです。皆さん、一応ですね、これ皆さん、お金のやり取りやっていますけど、これ実は違法だってことはもう皆さん、重々ご承知のはずだと思います。もともとパチンコというのは遊戯機と呼ばれて、いわゆるゲームセンターのゲーム機と同じような扱いなんです。しかしですね、数年前にですね、
規制がある、問題があって規制がかかる前の空き巣の人たちは1回につき20万から50万下手をすると100万という1日のやり取りがあったくらいの個人でこれくらいのお金のやり取りがあるようなマシンが出てですね、社会問題にもなったくらいこういうふうな住所皆さんご存知でしょうか。おかげでこれでですね、例えば10万かけても明日取り返せるかもしれないとかいうふうな人たちが借金を重ねて、そして最終的には破綻して、そして自殺したり、もしくはですね、遊ぶ金欲しさで、強盗を行って、その先に殺人を行って、自分の身を滅ぼすようなことをですね、次から次へと行っていくというふうな人がですね、出てきたわけなんです。皆さん、大体ですね、このパチンコで有事している人たちの半分は消費者金融にお金を借りている人たちなんです。どれだけこの人のですね、心に、こういうふうな依存症という、状態を作っていくかという、この一つの典型的な例だと思います。借金をしてまで、パチンコをするような、状況になるという、この危険性をですね、皆さんぜひですね、認識していただきたいんです。これはもう、パチンコの業界誌のところの調査のところにそう書いてあるんです。毎日通っているこの有事者の半数が消費者金融からお金を借りているというデータがちゃんと出ております。皆さん、最終的に行き着く先は、自己破産。そういうふうなところまで起きる。家庭崩壊は当たり前。そういうふうなことが起きるということをぜひご認識していただいた上で、パチンコというものに、パチスロというものに対処していただきたいと思います。こういうお金がですね、特定の外国人の人たちがお金持ちになっていくというふうな構造になっていて、さらに、マスコミの人たちは、こういう問題をなかなかピックアップしないのは一体なぜなのか。これはもう、お決まりのパターンです。このパチンコというのは現在21兆円という市場規模。ものすごいお金を持っているんです。このお金を使って、最近テレビの CM、パチンコの CM がかなり多くなってきているのはもう皆さん、テレビを見ている方だったらもう、ご存知のはずです。つまりそういうところでお金 の、の力を使ってですね、このテレビ関係のところや新聞関係のところに対応して、自分たちの不都合な情報を流さないという構造をずっと繰り返してきてたんです。むしろパチンコを楽しいという番組を作ったり、実はこのニコニコ動画でも、ある人がですね、パチンコを糾弾するような動画を見てて、パチンコというタグロックを、つけ続けたから、ニコニコ動画からの運営から、こういう関係のないところにパチンコのタグをつけるなということで、この、タグロックの権限を外されるようなことも、実態に起きておりますし、ミクシーにしても、そういうふうな、批判的な、日記を書くところで、一部ですね、制限が加えられるような話も聞いたことがございます。つまりですね、こういうところでマネーの力で、いろんなその、私たちのですね、こういうふうな活動もですね、回収していこうとしている。これがまあ実際の話だと思います。どうですね、大手パチンコホールの人がですね、石原都知事のパチンコに節電を、もともと娯楽産業なんだから、そういうところからまず積極的に節電をしなければならないというふうな、こういう趣旨の発言を、受けてですね、連合議員に請願を出しているんです。こういうふうな、石原都知事のような、こういうですね、こう、色眼鏡で見るような、こういうふうな業界の見方について、大変心を痛めているみたいな内容の請願書が送られてくるようなことをですね、実際にこの某大手、パチンコホールのですね、会長が、連合議員に、請願をしているということを考えれば、今後ですね、民主党が秋の臨時国会に、
人権侵害救済法案なるものが、もし可決された場合には、この法律をどんどんうまく利用して、こういう石原都知事のような節制を求めるような、こういうふうな発言とか、私たちのような一般の、こういうふうな国民の人たちの、こういう声も、言論封殺されるような、こういう危険性をはらんだ法案が、秋の国会で出されたら、これこそ彼らの勢力の思うつぼになってしまうということを皆さん、どうかご認識ください。どうしても我々日本人は、かつて先の大戦で彼らに、日本は悪いことをしたというふうな、そういう考えに、どうしてもなりがちになってしまいますが、ネットとか、その他の媒体で、ぜひですね、このような、ことをですね、ぜひ一回お話になっていただけたらと思います。すみません、一旦ですね、ちょっと話が長くなってまいりましたので、一旦ですね、ここで、一旦終了させていただきます。皆さんご清聴どうもありがとうございました。ちょっとですね、電池がかなりちょっと下手ってきて、音が歪んできたので、バッテリーチェンジいたします。トラメガの方のバッテリーチェンジいたします。はい、すみません、いただきます。じゃあ、ちょっと、転校しますか。はい。今、センスさんがカメラ用のサングラスをかぶります。健康レンズだよ。そうか、かかるでしょ。
取り付け準備しますね。安定しました。素晴らしいです。ではですね、あの次あの、ダイナソワさんに、電子をバトンタッチして、いきたいと思います。まああのなかなかねあのいろいろなあの状況とか出してくれるので、ちょっとお楽しみにいただけたらと思います。ジャイナサーさんです。列から失礼いたします。2人の30代に触りまとって失礼いたします。
私は今日ですね、毎日本の、この外線にですね、参加をさせていただいたわけなんですけども、私のですね、友人の妹さんが、北朝鮮に拉致をされております。それがですね、なぜこれお話しさせていただきますかというと、この日本人のですね、女性が拉致をされている場所というのは、日本の全国で発生しております。例えば東京都のですね、都内でも、いつ、女子中学生の子とかですね、20代の女性が突然、拉致をされても、今、日本の政府はですね、助けてくれない状態です。で、この拉致をされている人数というのがですね、全世界では14カ国で北朝鮮に18万人が拉致をされております。その中で日本人が拉致をされている人数ですね、日本人が北朝鮮に拉致をされている人数、正式では17名、そしてその他に470人以上の日本人が北朝鮮に拉致をされている可能性が非常に高い。その北朝鮮の他にもですね、韓国にも統一教会というカルトを通じて7000人以上の日本人の女性が今拉致をされております。では現在ですね、日本人の方々7000人以上が韓国に、470人以上が北朝鮮に拉致をされております。じゃあこの拉致をしている犯人は誰でしょうかと、今女子中学生が、ね、下校中に北朝鮮にさらわれて今帰ってきません。で、助けてくれないんですね。この拉致をしている犯人たちの名前、在日朝鮮人と言います。在日コリアンという言い方をします。この日本にいる在日コリアンという外国人が、今日本人の方々、女子中学生とか20代の女性含め、470人以上北朝鮮に拉致をしております。また、大学の校舎の中や、ニクシーやグリーやモバゲーサウンドの中で、この在日朝鮮人、韓国人留学生、統一教会の信者たちが暗躍をして、7000人以上の日本人の女性を韓国に拉致をしています。で、これがですね、今日本の現状です。じゃあ、どうやってですね、拉致をしているのか。これはですね、まず、日本の大学に留学してきた韓国人の留学生が、実は統一教会の信者というのを隠して入ってきます。この人たちが大学1年生とか、ニクシーやモバゲーサウンドやグリーで、まだ友達が少ない若い女性を狙って友達になります。それから親しくなろうとします。親しくなってから、実は日本人は昔韓国や北朝鮮に悪いことだったんですよっていうね、何度も話をして信じ込ませます。で、それからですね、韓国に対する罪悪感を植え付けて、で、それからですね、統一教会に勧誘をして、合同結婚式に参加をさせるという形で、韓国に拉致をしております。で、この人数が今、日本人の女性だけで7000人を超えております。で、北朝鮮にはですね、男女を含めて、470+17人以上が今、拉致をされている状態です。そして、その拉致をされた方がどうなっているかというと、まだあんまりよく分かっていない状態ですけれども、拉致をされたらですね、じゃあ日本の政府が今助けてくれるのかといえば、助けてくれません。北朝鮮や韓国に対してですね、ほとんど何もしていないのが状態、今の日本の現状ですね。じゃあなんでね、政治家の方々、なんで私の妹が拉致されちゃったんですけど、なんで議員さんみんな動いてくれないんですかってですね、これちょっと調べてみたんですね。そしたらですね、日本にあるですね、パチンコってありますよね。このパチンコの経営者の 90% が在日朝鮮人、5% が中国人なんです。そのパチンコ売り上げが多い年で30兆円あるんですよ。例えばですね、NATO ではですね、1年で2兆円、アメリカのラスベガスでは7000億円なんですね、売り上げが。だからですね、世界中のギャンブル見ても、日本のパチンコがですね、売り上げがものすごく高すぎるんですね。ちなみに韓国の税収は11兆円。北朝鮮の税収は400億円。日本の税収は89年の時に60兆円あったんですけど、去年のですね、日本の税収は39兆円なんです。ほとんどパチンコの売り上げと積算があんまりですね、変わらないような数字になってきちゃっているんですね。それだけ日本のですね、税収を落ち込んでいるということは、日本の元気がもうなくなってきているっていう感じなんですけども、でこのパチンコがなんで、関係あるのかというと、このパチンコが多いと30兆円の売り上げがあると。この売り上げをですね、この在日朝鮮人が日本人の議員にみんなお金あげてるの。このパチンコマネーを議員権利上げちゃってですね、本当受け取ってはいけないんですけど、例えば菅直人とかですね、前原とか民主党議員みんなね、パチンコの売り上げからね、
あのお金を受け取っちゃってるんですね。でそうすると、どうなっちゃうかというと、毎年ジャニーズの先人の民間というですね、人間の施設に行って、あなた方のためにですね、施設の人、中継を使って調べですね。そうすると日本人がですね、まあ、7000人以上拉致されている状態でも何にもしないんですね。だから今民主党の議員さんはパチンコの売り上げからパチンコのお金を常時朝鮮人の方から受け取って拉致問題に対しては何にも手を出さないという状態でございます。まあ、その他にですね、今この前なんですけども、トレハザ住宅、これのですね、発注をなぜか韓国にしてるんですよ。だから日本にある企業ね、みんな、なんだよそれと、ね、トレハザを作るために資材全部調達したのにね、なんで韓国に依頼するんだよと。ということで今ね、プレハブ住宅が使っている東北の会社全部潰れる可能性があります、今。そうするとみんなね、職質になっちゃうんですよ。で、それだけじゃなくてですね、この菅直人という民主党がですね、ダメなやつなんですけど、もう世界的にはもう 3D とかいう、あだ名ついてますね。この人がですね、日本に143カ国及び地域からの支援全部断ってるんですけども、これね、マスコミが報道してないんですよ。報道したところはどこだと思いますか？マイクロソフトと提携している関係です。MSN というですね、ここのサイトでしか報道されてないんですね。なんで菅直人さんは143カ国及び地域からですね、日本への支援が来たのに全部断ったんですかと。これね、マスコミが全然報道してないんですよ。じゃあこのマスコミ、なんで報道しないのかと。スポンサーが、これまた在日朝鮮人、および中国人なんですね。じゃあなんでですね、この在日朝鮮人がそんなお金になってんだというか、パチンコなんで。このパチンコアケースの 90% が在日朝鮮人なんですね。で、これがですね、また日本人の女性を拉致してる犯人なんですよ。じゃあなんで拉致してんの？そうですね、キム・ジョンイル。北朝鮮のキム・ジョンイルが、日本にいる在日朝鮮人に、日本人を拉致しなさいって命令すると、在日朝鮮人2万人以上が日本人の女性を拉致するように動きました。そしてですね、横田めぐみさん、まあ、中学生の日本人の可愛い女の子とか、私の知り合いのですね、妹さん、20代の女性なんですけども、北朝鮮に拉致してきちゃったんです。拉致して、まだ返さないんですね。もう、なんか適当なことばっかり北朝鮮は言っているんですけども、ですので、キム・ジョンイルが日本にいる在日朝鮮人に日本人を拉致しなさいと命令して、さらわれた人数が今、500人、約500人ですね。特定失踪者として470人以上、政府認定が17名、じゃあ約500人が今、北朝鮮で拉致をされていますと。で、韓国にも統一教会で、この当時で7000人以上の日本人の女性が拉致されています。これ、女性限定です。じゃあ、この拉致現場が、日本の大部の捜査の中や、日記、モバゲーさん、フリーとかですね、そういうインターネットのサイトなんです。そして、高校を卒業してね、大学に入って、これから勉強して育っていくという女性に、日本はとか韓国に悪いことをしたと、そういう罪悪感を植え付けてですね、で、統一教会に入信をさせて、合同結婚式に参加をさせていただくというラジオをしています。これが7000人以上ということですね、どうか覚えていただければ幸いです。で、この拉致問題についてなんですけども、北朝鮮と韓国は犯人です。一つながらなんでね、この NHK 見たんですよ。週刊、NHK、ステラ。本気の表紙は韓国人のアイドル。その次の表紙は韓国人の女性アイドル。その次の表紙はまた韓国人の男性。おかしいぞと。2週間に行ったらなんで韓国人だと。そして NHK 配信で70周年ドラマ、恋するキム。おい、ちょっと待てよと。昔から NHK 見て踊ってるみんながですね、70周年でなんでキムチなんですかってね、もう尋ねてくる方いるんですね、近所で。そしたらですね、その NHK に在日朝鮮人の方が毎年入社してるんです。で、どっからっていうとですね、朝鮮学校にいた方なんですよ。じゃあ朝鮮学校っていうのは何をやってるところなんですかっていうと、キム・ジョン・イルを崇拝します。日本人はね、キム・ジョン・イルに対して、なんか忠誠を使ってる人間たちですね。まあ、朝鮮学校というのは、要するに、キム・ジョンイルは偉い人だと教えてるんです。だからその他にね、朝鮮学校の先生たち、麻薬を密輸します。日本人の女性は北朝鮮に拉致をしています。こういう方々が朝鮮学校の先生をしております。で、そういう人間たちがですね、朝鮮学校で教えてるんです。まあ、キム・ジョンイルは偉い人ですよっていうのを朝鮮学校の先生が教えて、
そういうですね、なんか変な考えを持っちゃった、こたつ、かわいそうなこたつなんですけども、これが NHK とかフジテレビ、CBS か、テレビ朝日だに、毎年今、収穫しております。そうするとですね、その今のテレビが、なんでね、韓国のアイドル素晴らしい、韓国人のアイドルは可愛い、なんで韓国のね、アイドルばっかり褒めてるのかなと思ったら、社員がみんな朝鮮学校を出た、全日朝鮮人だったり、株、持ってる株も、ね、在日朝鮮人の企業が 19.3%、その他に中国の企業が何パーセントとか持っちゃってるわけなんですよ。じゃあ、あれだよ、日本のね、テレビ、一体誰が味方してるんだというと、在日朝鮮人とか中国人がスポンサーなので、そういう人間たちの宣伝をしちゃってるわけなんですね。もうなんで、じゃあ、僕たちが、絶対これで見て育った人たちっていうのは、まあ、韓国が金になってるわけなんですよ。で、韓国が金になって、韓国で行きたい、韓国人が知られると、ね、人が知れになりたいっていうふうに、考え持ったわけ。で、そうすると、それで大学入るでしょ。そうすると、韓国人留学生が、ね、日本人は昔、韓国に悪いことをしたんだと。そういうですね、洗脳をしたわけなんですよ。そんで、まあ、韓国に対する罪悪感を持った日本人のね、大学1年生の女の子たちが、ね、統一教会に入信をしたり、入信をしていると、今度はどうなるかというと、まあ、合同結婚式に参加をすることで、まあ、死に滅ぼったらせと言われて、参加したんです。で、誰が夫になるんだ、韓国の、農村の男性と結婚させられたわけなんです。じゃあ、この韓国のね、農村の男性は、統一教会にお金寄付して、それで、ね、罪悪を追いつかれた女子大生の1年生とかと結婚するわけですね。そうすると、まあ、洗脳されてですね、統一教会に入らされて、労働成功式に担当させられて、韓国に行っちゃったと。この女性の数は今7000人超えてます。ちなみに、韓国ではですよ、地方はすごい貧乏ですので、統一教会に入信させられて、韓国に行ってしまった日本人のね、若い女性たち、寿命が50歳ですよ。栄養状態悪いし、低くされるから。日本で住んでれば、大体寿命が80歳ですよ、日本人の女性。それが韓国にですね、統一教会に洗脳されて、労働結婚式に参加させられて、韓国に行っちゃうと、寿命が50歳なんですよ。30年も寿命も縮められたんですよ。で、それがね、今のね、日本の現状なんです。まあ、韓国のパルトによる統一教会、これが今7000人以上の女性を、日本人の女性を拉致したまんま。北朝鮮、ね、今約500人以上の日本人を拉致したまんま、入っていない。で、その犯人が、まあ、キム・ジョミル、および統一教会、協力していた犯人たちが、在日朝鮮人、在日コリアンといいます。そして、韓国人留学生。こいつらが今も日本人を拉致している、ということをですね、皆さん知っていただければ幸いでございます。じゃあ、この拉致なんですけども、いつから拉致されるかわかりますか？日本人の女子中学生がね、拉致されてる点の。昭和34年から拉致されてます。一番新しい失踪した女性ではですよ。2002年です。平成14年、要するに、昭和で言えば、昭和34年から平成14年までの間に、ずっと日本人はですね、普通に学校に通ってた女子中学生が、北朝鮮から拉致されたまんま帰ってきてない。これが今日本の現状です。その犯人、命令した犯人がキム・ジョンイル。その、次に従っているのが、在日朝鮮人です。こちら今まだ日本に60万人いますよ。で、その中で拉致に協力している在日朝鮮人、2万人。ね。この在日朝鮮人たちが日本の女子中学生、女子高校生、女子大生、20代の女性をまだ北朝鮮に拉致し続けてるんです。そいつらがパチンコでですね、稼いだお金を民主の現金、お金渡して、拉致問題に手をつけないで稼いでいる。まあ、それが今ですね、民主の現状なんです。だから皆さんね、2年前に、一回民主にやらせてみようじゃないかってですね、言ってたからみんな民主に民主を言うされた方いっぱいいると思います。今どうですか？みんなね、民政党によって騙されたよと言ったら、ほぼ 100% だと思います。被害者たちは在日朝鮮人、ね、だと思います。まあ、そういう現状であるということですね。どうかご存知いただければ幸いでございます。またですね、この在日コリアンなんですけども、最近ミクシーでですね、アスファート機能なくなっちゃいましたよね。このミクシーのアスファート機能消した犯人、ちょっと探してみたんですけど、ちょっとミクシーと、韓国人の企業が、なんか、お金があってですね、なんか、会社が韓国人の会社。この会社がどうやらミクシーのですね、機能を携わってるんですよ。で、あっさとね、機能を消しちゃった会社が、どうやら会社が韓国人の会社だと。というところでちょっと突き止めました。
比率が 60% なんですね、韓国人の企業に。で、そいつらが、まあ、ミクシーの運営がね、もうやってないんじゃないですかね。アチャート機能とかそういう一部の機能をもう別の企業が携わってて、従前その韓国人が社長をやっている会社が、アチャート機能をですね、携わって、そいつらがアチャート機能を設置したという状態だと。そこまでちょっと情報を得ました。だからね、韓国人が日本の関わると、ろくなことがないと言えます。ね、ミクシーのアチャートも消しちゃったし、あと、あれですよ、東北のね、当時に携わっている人に聞いたんですけども、今ね、プレハブ住宅を建てようとしてるんですよ。ね、みんなそれ自体集めたんですよ、日本のプレハブに関わってるね、企業が。そしたらですね、なんとかですね、実際とかが韓国に依頼しちゃったんです。まあ、日本で作った方が全然安上がりで時間も早いのに、わざわざ韓国に頼んじゃったために、ね、東北にあるプレハブに関わった企業、みんながですね、今、倒産が危機にあります。で、ね、どうしてそんなことするのと。ね、で、その原因が、ね、民主党の議員がね、在日朝鮮人からお金をもらってて、日本人よりも在日朝鮮人に利益を与えると、そういう状況なんですね。その原因となっているのが、このパチンコです。で、このパチンコなんですけど、なんでパチンコをですね、90% も在日朝鮮人の方が経営しているのか、というのをご存知でしょうか。在日朝鮮人というのは、第二次世界大戦後の日本に違法入国をして入ってきて、4000人以上の日本人を殺害し、土地を奪い、財産を奪い、戸籍を奪い、名前まで奪った人間です。この犯罪者たちが在日朝鮮人と言います。要するに、在日朝鮮人というのはですね、日本に不法入国をして、日本人を4000人以上殺した犯人たちなんです。で、こいつらが駅前に住んでたですね、日本人を殺害して、土地を奪って、そこにパチンコというのをですね、建てて経営してるんです。そこもそうですよ。ね、だから、パチンコの経営者の 90% が在日朝鮮人、5% が中国人なんですけれども、そのパチンコをどうやって経営始めたかっていうと、日本人を殺害して土地を財産を奪って、それで経営したんですよ。それがパチンコなんです。で、このパチンコが多いところで年間30兆円の売り上げを上げている。で、この売り上げから、北朝鮮には毎年600億円送ってるんですよ。北朝鮮の税収は400億円です。それより多い600円以上を北朝鮮に送っている。そして北朝鮮のキム・ジョンイルが、ね、在日朝鮮人に命令をすることによって、日本人の女性たちを今約500人も拉致している。そして解体、これが現状なんです。要するに皆さんが知らないで発見後で後です。ね、民主党に一度いいからって投票しちゃった。これがですね、これによって拉致される人数が増えております。要するに、民主党議員というのは、拉致犯人であり、在日朝鮮人というですね、外国人の手先になっているわけですね。そして、民主党はですね、日本の国籍を得ることによって、議員になっている在日コリアンもいます。要するに、民主党の中身というのは日本人じゃないんです。議員も在日朝鮮人という外国人。支援者も在日朝鮮人という外国人。その他に、左翼というですね、変な思想に絡まって、止まっちゃった反日、政治カルト、これを左翼と言います。左に後ろのこと書いてある戦国遊撃っているじゃないですか。あれね、昔差別者だったんですね。要するに暴力を持って自分たちの考えを押し通そうとという考えを持っている。これが戦国遊撃というやつの正体なんですね。要するに戦国遊撃というのは中国に対してお金をあげて中国から貯められたいって考えている変なやつです。韓国の人というのは、在日朝鮮人に対してお金をあげて、褒められたいって考えてる変なやつです。要するに、民主党にいるのは、ほぼ 100% 変なやつです。こいつらが今、日本のトップなんですね。そして、小沢はダーシー、で、鳩山は、ルーフィー、で、カンナーズはフリーフィーと言われております。まあ、日本のね、今トップ3がそんな言われ方をしてるんですね。だから、今の日本は、海外のニュースを見ると、どうしちゃったか、日本で。なんで菅直人は、ね、災害が起きて、143の国と地域が日本に支援を、支援しますよって表明してくれたのに、全部断っちゃったのかと。中国にはね、商品発注して買って、韓国にはプレハブ作ってって依頼して、日本の企業の仕事をなくしている。なんで菅直人はそんなことやったのと。それは在日朝鮮人からお金をもらってるからなんです。言ったんですよ。大学1年生の女性の皆さん、ね、今菅直人は拉致犯人なんですよ、要するに。大学1年生のですね、女子大生、拉致犯人、これは韓国の統一教会であると、および
キム・ジョンイル、こいつらが犯人です。統一教会、これにはですね、気をつけてください。そして、犯人はわからないですね、見た目では。キム・ジョンイルが命令をした在日朝鮮人たちが、今、日本人の若い人たちが拉致し続けている。で、これ、一番ね、古い時は昭和34年に拉致があった。一番新しい地域調査でも2002年、平成14年にも拉致があった。ね、笑われているのは日本のね、女子中学生、女子高校生、女子大生なんですよ。この拉致している犯人が、在日コリアン、統一教会、キム・ジョンイル、朝鮮総連、民間、こいつらが犯人だということをですね、どうかご存知いただければ幸いでございます。そして、在日に新しく入ったね、女性の皆さん、統一教会という名前を聞いたら絶対に近寄っちゃいけません。こいつらは、韓国に対しての罪悪感を嘘を言って、女子大生に信じ込ませて、合同結婚式に参加をさせて、統一教会に費用した韓国人の男と結婚させる人身売買の一つです。でこの統一教会についてはですね、特に北海道大学出版、こっから出る統一教会という本がですね、ほぼ600ページあるんですけど、それにも詳しく書いてあります。まあ、それをですね、非常にちょっと短くして、今お話しさせていただいております。というわけで、若い女性の皆さんは、統一教会、キム・ジョンイル、在日コリアン、朝鮮総連、リンちゃん、名前聞いたら絶対に近づいちゃいけません。そいつらが経営をしているのが、パチンコなんですね。在日朝鮮人という若干人たちが経営しているのはパチンコ。そしてもう一つあります。創価学会です。このパチンコ及び創価学会の売り上げから、毎年600億円が北朝鮮に流れております。こういうことをですね、どうか存じていただければ幸いでございます。またですね、じゃあなんとね、もっと頭のいい人が銀にならないのかなと思いませんか。実はですね、秋山にあるメイドカフェのメイドさんが、銀になりまして、津田少年さんですよ。そしたらですね、お店に対しての営業妨害、脅迫、嫌がらせ、本人に対しての脅迫、ウイルスニュースの送りつけがものすごくですね、パワーしまして、で、その、出願を表明したメイド喫茶のメイドさんは、出願をですね、取りやめざるを得なくなってしまいました。じゃあね、この犯人たちは誰なのかと。まあ、これですね、彼女のブログとかをずっと読んでいたんですが、ね、ジャニーズ朝鮮人のことが書いてありました。ジャニーズ朝鮮人はこういう悪いことをしてきました。戦でもね、まあ大体、ジャニーズ朝鮮について簡単に説明をいたしますと、第二次世界大戦後の日本に不法入国をして、4000人以上の日本人を殺害し、至るところで昼間でも24時間日本人の女性を襲い、そして、日本人を殺して奪った駅前の土地、財産、これをもとにパチンコを経営し始めました。そして、在日朝鮮人たちが経営したパチンコ、多い時で毎年、まあ、1年の売り上げが30兆円、少なくとも20兆円以上あります。この売り上げを元にして、日本の企業を買収したりですね、まあ、NHK とか TBS、ね、読売、フジテレビ、テレビ朝日、この株を買収して、マスコミも言いなりにしている。そして、民主党、社民党、共産党、みんなの党、公明党、こいつらに議員献金としてお金を渡して、議員も言いなりにしている。そして、日本人の女性を拉致している。これが在日コリアンなんですよ。だから、この在日朝鮮人というやつらがですね、パチンコを経営し、その売り上げはもとは日本人の女性を拉致して、そしてですね、マスコミの株主になり、ね、議員にはお金を渡してスポンサーになり、ね、だからもう議員もマスコミもね、ジャンプコリアの言いなりになっちゃっている。その上で、日本人の女性を北朝鮮には約500人、ね、韓国に対しては統一教会なんですけども、日本人の女性は7000人以上を拉致している。ね、こういう現状がですね、全くね、報道されない。見たことはないと思いますけれども、こういう状態ではどうしてかといえば、ね、テレビのスポンサーのほとんど全部在日コリアンがスポンサーになっちゃったと、ね。そのためのお金はパチンコから出てます。このパチンコの売り上げが毎年で、ね、おつけなくても21兆円、多くても30兆円だということを、ね、知っていただければ幸いでございます。じゃあ、日本の税収、これはですね、去年の時点で39兆円なんですね。おや、パチンコの売り上げが多い時で30兆円。あんま変わらないじゃないかと。ね、そんだけパチンコっていうのは儲かってるんですね。それは儲かります。皆さん、ギャンブルの中で、どうしてパチンコだけは公営として成り立たないのか、ご存知でしょうか。それはですね、パチンコというのは当たりが確定されないからです。皆さん、競馬をやると、100円入れたら75円が出てくるんですよ。そういう計算なんです。宝くじ、
100円入れたら48円が出てくる計算で当たりがします。パチンコの場合、100円売れたら出てこない。出てこないんですね。これはね、ジャンプでなんですね。競馬は100円入れたら70円が出てくる計算です。宝くじは100円入れたら48円が出てくる計算です。パチンコは100円を入れても0円なんです。ね、こういうね、当たりの確率なんですね。だからパチンコは1年で30勝も儲かるわけなんですよ。で、このパチンコの経営者の 90% が在日朝鮮人、5% が中国人なんです。で、それだけのね、お金を得てしまったらね、在日朝鮮人だと応援しておいてしょうがないですよね。ね、毎年ね、20兆円以上の在日コリアン稼いじゃうんですから、パチンコ1個だけで。ね、世界のギャンブル見たって、マカオでない2兆円、ラスベガスだって1年で7兆円ですよ。なんで日本のね、パチンコは少なくとも1年で21兆円、多くても30兆円稼げるんですかと。ね、この30兆円のね、パチンコ売り上げを元手にして、在日朝鮮人はですよ、キム・ジョンイの命令とって日本人のですね、中学生とか、女子大生、ランチしていくんですよ。この人数が今、47兆円を超えてるんですよ。約500人なんですよ。で、みんなね、今、例えばね、お客屋さんに行って、あ、マスリティチケット買おうと思ってね、ちょっと前が15枚入ってたんですよ、と。今、9枚しか入ってないんですよ。なんでね、そんなことになってんだと。あ、そういえばロックって会社、これなんか韓国人の企業だよなと。そういえばね、アイドルと一応するの、みんなね、韓国アイドルばっかりだよなと。あ、そういえば NHK のセラっていう週刊誌見た。なんで毎週韓国人のアイドルばっかりなんだよと。おかしいなと。なんで日本人で持ち上げないの。ね。そういえば AKB48 人気があるよと。ね、おかしいな、AKB48 すごいさ、不動産で2万人集まった、すごいよね、人気があるよね。でも、パフュームは5万人、どうもに集まったとか、こんなんでこれ報道しないんだと。ね、シミュレクを着てね、30万人のね、応募があった。そして11万人のね、参加してライブを行った。あれ、なんでこれ報道しないんだよ、と。ね、おかしいと思いませんか。なんでね、ジャニーズコリアンがね、経営するパチンコとか、電通的企業もあるんですけども、彼らがスポンサーとしてね、持っている、ね、アイドルと芸能人ばっかりを褒めるけど、純粋な日本人のね、アイドルはなんか褒めないんだろうなと。ね、そういうところも影響が出てきております。ですので、まあ皆さん今、在日朝鮮人がですね、日本人を、拉致しているということでお話しさせていただいているんですけども、まあ、キム・ジョンイルの命令一つで、女子大生、女子中学生、日本20代の女性が、北朝鮮に今、拉致をされております。その犯人が在日朝鮮人です。在日朝鮮人はどうやって、まあ、拉致しているのかというと、パチンコの売り上げをもとに資金を作っておりますと、そのパチンコの売り上げが毎年少なくて21兆円、多くて30兆円であると、その売り上げをもとに日本人を拉致しているのが在日朝鮮人であり、その命令犯がキム・ジョンイルであるということについて、繰り返しお話をさせていただいております。あ、ちなみにですね、皆さん、北朝鮮で生活をすると、今、どういう状況だと思いますか。食べてるものがですね、まず主食、トウモロコシ、キムチ、野菜の葉っぱの味噌汁、これが北朝鮮の普通のご飯です。ね、拉致されたね、470人以上の日本人の女性たちが、そんな生活を強要されているということなんですよ。そして北朝鮮では、性教育がないんですね。で、その上でですね、北朝鮮は、キム・ジョンイル万歳って言った人に対して、北朝鮮の一般の女性も売春させてるんですよ。そして、この新作戦では、キム・ジョンイル万歳という人に対して売春させてるんですけども、エイズの人が相手でも売春させてるんですよ。そうなると、北朝鮮の一般の女性は、キム・ジョンイルの命令で売春させられることによってエイズにされていると。ね、そういうことなんですよ。じゃあ、北朝鮮に生まれただけで、ね、自分の一生どうなったのって言えば、自分の一生なんてないわけなんですよね。それが今、北朝鮮の現状です。しかも、北朝鮮の年収、税収ですね。1年で400億円です。で、日本のパチンコを経営しているジャニーズコリアンたちが、北朝鮮に送っているお金、1年で600億円以上なんです。ということは、北朝鮮のお金というのは、日本のパチンコの売り上げが半分以上出てるわけなんですね。北朝鮮の税収は400億円。パチンコを経営するジャニーズコリアンが北朝鮮に送るお金は600億円以上です。ね、そういうことを考えていただければですね、
ネット上の金券になっているのが自分の発見ホタということがわかるとかね、この発見との経営者の 90% がジャニーズコリアンです。じゃあ、まあ、北朝鮮、じゃあジャニーズコリアンって一体どこのツアーをといえば、これは北朝鮮のことなんですよ。日本にいる北朝鮮の人間、これがジャニーズコリアンたちなんですよ。だから日本人をですね、戦後の日本に不法入国して4000人以上の日本人を殺害して、生まれた土地でパチンコを経営し始め、今でもパチンコの 90% 以上を経営し、その売上からは毎月600億円どうした国に送っている。その資金が日本人の女性らしくるお金になっているんです。要するに皆さんがパチンコで遊べば遊ぶほど、その売上が北朝鮮に送られて、日本人の若い女性らしくる資金になっています。それがですね、あのパチンコおよび北朝鮮の関係なんですね。そういうところをですね、皆さんご存知いただいて、できればパチンコをね、やらないようにしていただければ幸いです。今日、日本人の女性を拉致する資金が、パチンコと同化学会。日本人の女性を拉致をする資金になっているのが、パチンコと同化学会。ということをですね、どうかご存知いただければ幸いでございます。この犯人たちは、死亡者がキム・ジョンイル、命令に従っているのがジャニーズ・コリアンであると。でその資源がパチンコと強化学会であるということを、ね、どうぞご存知いただければ幸いでございます。じゃあ皆さん今ですね、日本の生活、皆さんね、仕事がねどんどん減っていると思います。それはそうです。民主党がですね、公共事業を2年間で 30% また減らしました。この公共事業を減らされたせいで、日本全国にいる職人さんが仕事を失っています。2年前ですね、小学校が震度7が来たら、ほぼ全部の小学校が潰れました。そういう調査結果が出て、じゃあ工事をしようと、自民党は工事を始めました。民主党になってから、63% 全部なくしちゃいました。そうすることによって、全国の小学校は危険な状態のままです。それを工事するための国民さんは仕事を失ってしまいました。だから民主党というのは、日本人の子供の敵であり、職人の敵でもあります。この今ね、仕事がない、ね、仕事を失ってしまった、しなくなってしまったと思われる工事関係者の方々、犯人は民主党です。ということをですね、覚えておいてください。この民主党がですね、他に何をやっているかといえば、ね、震災後に日本に支援を表明した国、143カ国および地域があります。それを全部断ったのが、民主党の反応です。ですので、どうしてですね、こんな震災で困ってたのに、ね、まだ復興しないのっていうふうに思っている方いらっしゃると思います。民主党の考えでは、143カ国からの支援を全部断ったからです。こういうことをしてですね、報道されない。それがですね、今の日本の現状なんです。マイクを出すよ。じゃあなんでさ、菅直人は143カ国の支援を全部断ったんでしょうかと。その一方でやってることがあります。中国と韓国には仕事を発注してるんです。税金を使ってる。そういうことをするのが民主党なんですよ、皆さん。そしてこの民主党議員の正体たちは在日朝鮮人です。日本人じゃないんです。で、この在日朝鮮人たちというのはどういう人間かといえば、第二次世界大戦後の日本に不法入国をして、4000人以上の日本人を殺して、国土支配下と名前を奪った人間たち。これが在日朝鮮人たちなんです。だから奴らは見た目の名前が日本人と同じなんです。そして経営を始めたのがパチンコなんですね。そのパチンコの売り上げが最低で21兆円、多くて30兆円の売り上げがあります。その資金を毎年北朝鮮に600億円以上送り、キム・ジョンイルの命令でこの在日朝鮮人たち、パチンコ連携者たちが日本人の若い女性を拉致し続けております。ね、拉致されたらね、日本人の女性、どうやって生活してるんでしょうかと。ね、北朝鮮の食べてるご飯、主食がトウモロコシとキムチと野菜の葉っぱの味噌汁なんですよ。ね、北朝鮮では、卵、肉、ね、牛乳、そういうのがないんです。ほとんど手に入らないのが北朝鮮なんです。北朝鮮に住んでたら、お米は食べれない、お肉は食べれない、牛乳飲めないんですよ。ね、それが今北朝鮮の現状です。食べているのが美味しくないトウモロコシ、そして野菜の葉っぱの味噌汁、キムチ、それが北朝鮮の主食です。え、まあ、キムチの命令で、ジャニーズ朝鮮人たちが女子中学生などを北朝鮮に出し、その人数がもう約500人いるわけなんですけども、
ね、そういう女の子たちが、おそらく食べさせて、まあ、レグセラというのが、トウモロコシ、キムチ、野菜の葉っぱの味噌汁だと、ね、そういう生活環境に置かれている可能性が非常に高いわけなんです。そして、拉致された人たちを、ね、認識強制が達成できないんです。彼らに逆にお金をもらってるからなんです。本当にね、日本人の議員だったら、ね、キム・ジョイの設置である、パチンコの経営者だったらですね、お金をくれるなんてまずありえないんです。しかしながら、官の多くはですね、前原とかいう民主の議員のです、ね、多くは、パチンコを経営する在日朝鮮人という代表権からお金をもらって、皆さんに利益を与えるんです。ね、そのためにね、韓国人の企業はミキシに携わってね、ミキシの赤字をなくしちゃったりとかですね、ね、東北のこれまでの、ね、資材を用意したのに日本の企業が、なぜか韓国に発注かけちゃってですね、日本のこれまで企業が全部潰そうとしたりしてるんですよ。それが今民主党の総裁です。ね、皆さんもミキシやってるでしょ。なんでミキシの足がなくなっちゃったのってね、すごい疑問に思うでしょ。ね、ミキシの足跡の機能に携わってるのがですよ、韓国人企業なんですよ。要するに、朝鮮人企業。そいつらがミキシの足跡をなくしちゃったんですよ。ね、ちょっと書いてありました、書いたら。一言って言っちゃってね、僕が携わってるって。ね、まあ、日本のね、日本人たちのコミュニケーションが破壊するし、ね、マスコミのですね、株式にもね、考察に名を連ねて、ね、中国と韓国で比較的に、自分の悪い情報を流さないようにするんですよ。ね、でもその一方でですね、キム・ジョイの命令を受けた約日本に60万人いるジャニーズ朝鮮人が、日本人の女性を北朝鮮に約500人拉致していると。そしてそれを報道させないようにですね、まあ、NHK とかね、フジテレビとかテレビ朝日のスポンサーになっているわけなんです。要するに、日本人の中学生や大学生、拉致している犯人たちは、パチンコ経営者、ジャニーズ・コリアン、ね、その首謀者、命令犯がキム・ジョイルなんですよ。その拉致資金になっているのがパチンコの売り上げと、ソーカーアクターの売り上げなんです。だから、まあ、皆さんがね、ああ、ソーカーアクターいいかもしれないな、入っちゃったと、そうすると、日本人の中学生、拉致者で人気増えます。ね、皆さんがパチンコで遊ぶと、パチンコの売り上げが、ね、北朝鮮に流れて、ね、日本人の女の子らしく親身になってます。なってれた人は恥じないですよね。まあ、そういう現状なんです。ね、その現状っていうのは本当にちょっと面白いかもしれません。でもね、パチンコの当たる確率っていうのは 0% の時があるんですよ。ね、パチンコが公営企業になれない理由というのは、当たりが確定されてないからなんです。競馬の場合は絶対1着2着3着決まります。そして、パチンコのですね、売り上げから、あ、すいません、競馬の場合は、売り上げの 75% 全部配当に使ってるんです。宝くじの場合は、その、売り上げの中から 48% 全部配当に使ってるんです。で、パチンコの場合は、いくら吸い込んでも出ないことがあるんですよ。ね、当たりが確定できない、0% の可能性がある、そんなものをですね、まあ、国としては経営できないわけなんですね。だからね、まあ、ボートとか、競馬とか、まあ、あるんですけど、公園のギャンブルというのは、それは全部絶対当たりが違う。いや、パチンコの場合は当たらない可能性があるんですね。当たりかける 0% の時もありますから。ね、だからそういうギャンブルはですね、あ、一番儲かるんですね。ちなみに一番儲かりやすいギャンブルというのは、競馬なんです。100円入れたら75円出てくるのが競馬。ね、100円入れて48円出てくるのが宝くじなんですね。パチンコの場合100円入れても出てくるのが0円なんですよ。要するにですね、それだけのね、計算なんです。だから、パチンコをやると一番儲からないギャンブルだということでね、存じていただければ幸いでございます。そのパチンコの売り上げ、ね、少ない時は21兆円、多くて30兆円、ね。その売り上げから北朝鮮に毎年流れているお金が600億円。その600億円のうち、日本人の人がラッシュ金になって、ね、女子中学生、女子高校生、女子大生、20代の女性をラッシュしていくのが北朝鮮です。でその仲間がジャニーズ・コリアン。で、その信玄がパチンコのスポンサー会です。で、そいつらが今力を持って民主党議員になったり、社民党の議員になったりね、で、NHK とかね、フジテレビ、CBS のスポンサーになったり、ね、そこに社員として毎年会議をなったりしてるんです。で、ジャニーズ朝鮮人というのは大体朝鮮学校に入学して、初動を卒業するわけなんですけども、朝鮮学校というのはキム・ジョンイルを崇める教育をしてるんですよ。要するに有害な教育をしているわけなんですね。それなのに、そこを学校として認めてしまっている今、日本の現状っていうのも絶対おかしいわけなんですよ。ね、朝鮮学校を卒業したら、大体朝鮮総連に所属をして、ね、キム・ジョンイルの命令一つで、日本人の中学生を拉致している犯人になる。それが朝鮮学校の卒業生ですよ。ね、ジャニーズ・コリアンが朝鮮学校に入学して、卒業して、
高専総連とかに入って、そしたら勤務税が大略して、女子中学生を出してきた。これが北朝鮮とですね、南西朝鮮人の、現状です。だから、パチンコで遊べば遊ぶほど、ね、総科学会を、ね、人たちが悪いことやってるっていうのは見逃せば見逃すほど、お金が北朝鮮に流れて、ね、日本人のね、中学生、まあ、高校生、大学生、20代の日本人の女性が、安をされて生きてしまうと。まあ、いうことなんで、これをね、どうか存じていただければ幸いでございます。ではね、行政はね、今約500人の日本人の女性が拉致されている。これ、食い止めるにはどうしたらいいのって思いませんか？それはですね、なんかパチンコで遊ばないこと。ね、総合学会にお金を与えない。ね、今作もさ、お金をやめた方がいいよ。だってさ、総合学会にね、お金をあげちゃうと、北朝鮮に流れて、日本人の中学拉致でお金になっちゃうんだよ。ね、だからさ、なんかやめようよってね、みんな周りに、ね、言ってあげてください。まあ、ちなみにですね、僕の近所にいたね、総合学会員がですね、総合学会のサポを辞めた20歳の女性にですね、嫌がらせを子供に初めてですね、僕捕まえたんですよ。で犯人がね、その総合学会のダンス部という人間だったんですけども、日本人のダンス部の人間、まあ、僕の知り合いの女の子のお風呂の部で捕まえたわけなんですよ。2ヶ月後にですね、お前なんで総合学会のことをやってるんですかって聞いたんです。そしたら、世界風の感じがするんですよ。だからですね、総科学会のダンス部に、お前さ、世界風のために、お前、ミレイさんのことを残したのかと、ね、そういうことをちょっと言わせていただいたんですけども、総科学会の人間というのは、19歳の女の子や20歳の女の子は総科学会やめたらお風呂を覗いたりですね、自宅の中で待ち伏せたりするんですよ、ね。相談をちょっと受けることがあるんですけども、ね、まあ、20歳の総科学会のことをやめた女の子から、ね、相談を受けてお風呂を覗かれるんですよと。そして、実際、借り込んで、捕まえてみたら、総科学会の男子人でした。ということなんです。そして、19歳の女の子が、総科学会のお手伝いっていうですね、マッチゲームをやるための組織があって、やめたんですね。そしたら、毎週日曜日にですね、家の前に総科学会がマッチ伏せするようになって、で、そしたら、その現場を写真に撮ってね、で、これ警察相談すれば大丈夫だよって言って、そうさせていただいたんですけども、まあ、もし若い女の子が一回総科学会に入ったら、辞めた時にお風呂を覗かれるか、監視されて相談されたら自宅の前で待ち伏せされるんですよ。実際に相談を受けてね、警察にお話しさせていただいたんで、警察はそこ残ってますよ。ね、もしそいつが僕に関わってきたら、もう実名で一回がそいつの犯人だ。ですから、19歳、20歳の女の子は総科学会に辞めた時には、お風呂を覗かれたりね、そうか、されるということを覚えておいてください。まあ、2件ね、もう実際に警察にお話しさせていただいているので。で、この総科学会の売り上げも、まあ、北朝鮮に流れ、そして、キム・ジョンイルのメールで日本人の若い女の子らしくお金になっていますよと。いうことをですね、存じていただければ幸いです。で、企画としての税収は今400億円。ね、パチンコの売り上げから、ヤニコ選手が北朝鮮に送っているお金が、毎年600円以上ですと。まあ、そういうことを存じていただければ幸いです。拉致問題についてちょっと繰り返しお話しさせていただいております。こちら、大日本というサイトの参加者でありまして、30代のサラリーマンとしてお話をさせていただいております。そして、私の友人の妹が北朝鮮に拉致をされたまま帰ってこない。その年月25年を経過しました。その間ですね、官房長官が2回面会してくれたんですけど、他には何にもされてないんですよ。だからね、このね、渋谷とかね、新宿とか、まあちょっと午前2時とか、午前10時とか、24時間、そんな時でも、一人で歩いてたら突然、ジャニーズコリアンに、車に乗せられて、北朝鮮に連行されて、拉致されたまんま、この人数が今、日本全国で若い女の子、470人以上いるんです。だからね、じゃあどうすればね、いいんですかって聞かれた場合は、まず、パチンコで遊ばない。ね、総科学会に利益を与えない。あと、在日朝鮮人には近づかない。で、あと、ロッテとか、電通とかで、在日朝鮮人の経済企業にはお金を与えない。ね、お菓子を買おう。ね、クリコ、明治、森永、ロッテだけは絶対買わない。ね、そういうことですね。不買運動も大切です。ね、在日朝鮮人企業にお金を与えると、キム・ジョンイルの命令措置で、日本人の女子中学生、女子大生を拉致していってるんですから、この人数が今470人超えてるんですよ。ね、その拉致犯人であるね、ジャニス・コリアン、それくらい経営している電通、ロッテ、ね、こういうところにですね、お金を与えちゃダメなんですよ。ね、それだけじゃないですよ。皆さん、セクハラ事件っていうのはご存知ですか？ね、例えばですね、
私、それから、誰に決めましたメールがありました。それ、知り行方不明。ね、そういう状況もいるんでしょ。ね、じゃあ、ペッパーランチになったらさ、女の子ね、そのまま帰ってこない。ね、事件も今、うやむや、犯人、本当は4人いるはずなのに、2人で住んでる。おかしいな、と思いませんか。ね、ペッパーランチはそういうところなんですよ。だからね、その今、ペッパーランチは私あると思うんですけど、女の子が一人でペッパーランチ食べに行ったら、ラッカルして終わった。で、ヤシだけじゃないの、その前にすごい人に会うんですよ。ね、でも、今までペッパーランチ食べるって、おかしいと思いませんか。じゃあなんでこれニュースで報道しないの？ね、ペッパーランチに僕の嫌いな女の子が一人で食べに行った。それっきり行方不明。ね、別の女の子がペッパーランチ食べに行った。従業員にね、いたずらされたように何をされた。なのにまだペッパーランチがある。おかしいと思いませんか？じゃあペッパーランチの問題なんでね、報道しないのと。なんでその調査をね、日本人じゃなくて在日朝鮮人なのと。しかもですね、住吉にあったペッパーランチっていうのはですね、これ、ラッシーという環境に適している。で、これは確か。入り口がですね、だいたい通路が70センチ。なのに、券売機が90センチぐらいあるんですよ、横幅。おかしいじゃんと。なんでそんなの置くのと。ね、券売機をね、ちょっと回転させれば3つになったんですよ、ペッパーランチの渋谷店って。ね、ペッパーランチの夏時点がね、公になった時に、すぐ回転された店舗の外がペッパーランチの渋谷店。この渋谷店がラッシー適しているようなもう、目安だったんですね。ねえ、だからペッパーランチもおかしいですよ。ね、ペッパーランチ、夏事件をですね、なんで、報道しないの、マスコミの皆さんと。ね、だって解決できないのに、なんでと。なんでこっちはスポンサーがね、日本人じゃなくて、ジャニーズコリアンなんですかと。ね、外国人がなんでスポンサーなの。そのジャニーズコリアンだって、どっからお金出てんのと思ったら、おや、パチンコの経営者が 90% ジャニーズコリアンじゃ。おかしいな。なんでじゃあ、そんなに 90% のね、シェア持ってんだと。パチンコの経営者が 90% が、なんでジャニーズコリアンなのと。そしたら、ジャニーズコリアン、どうやって日本にやってきたの？不法入国。どうやって施設に出たの？ 4000 人以上の日本人殺害して国境対策を奪った。ね、それで経営始めたのがパチンコ、あと創価学会。ね、それで今パチンコ、毎年の売り上げは21兆円、多い時30兆円ですよと。で、日本の税収なんか去年39兆円ですよと。おやっと、パチンコの売り上げが変わんねえじゃんと。ちなみに韓国の税収11兆円ですよと。ね、パチンコの売り上げなんか、ね、韓国の税収の3倍ありますよと。ね、北朝鮮の税収は400億円ですよと。で、このパチンコの経営者が北朝鮮に送ってるお金600億円ですよと。なんだ、税収量多いじゃんと。ね、そのお金を使って、なんで日本人のね、中学生とか高校生とかをね、約500人今ラッシュしてんのと。そんなことしてね、なんでひどいことしてんのと。それなのにね、ジャニーズ朝鮮人の方がテレビに出て言う言葉。ね、ある、拉致された家族に対しては、殺すぞってね、言ってんのがジャニーズコリアン。もう一人のジャニーズコリアン、テレビに出て、日本人はね、韓国や人にね、償いをするためにね、殺されても何もしないようにしてくださいなんて言ってるんですよ。おかしいよね、と。なんでね、日本人の女性が韓国には7000人今拉致されてて、北朝鮮には約500人拉致されてて、なんでテレビじゃ何も言わないんですかと。ね、僕がこういうこと言うのは、僕の友人の妹が北朝鮮に拉致されているからなんですけども、おかしいなと。ね、なんで日本のね、女子中学生が普通に学校に通ってるだけなのに、北朝鮮に拉致されなきゃいけないんですかと。ね、この拉致されてるお金が、実は日本のパチンコの売り上げから出てると。で、パチンコの経営者は誰と。90% が在日朝鮮人ですよと。おかしいなと。なんでそのパチンコの人は持ってるんだと。ね、それが、ね、戦後の日本に、不法入国をした在日朝鮮人が、4000人以上の日本人を殺害して、財産を奪い、土地を奪い、名前も奪い、それでパチンコの経営が始まったと。ね、それによって、ね、こんな在日朝鮮人が 90% ものパチンコの資金を持っているということなんです。このパチンコの売り上げ、毎年21兆円とか30兆円あることによって、もう日本のいろんな企業全部買収できます。どんどん買収できます。全部在日朝鮮人のものになっていっちゃいます。今、NHK も、ね、なぜ、毎週 NHK の週刊誌ってら、今週の表紙はキムなんとかです。こういう感じなんですよ。だから皆さんね、拉致されている人数が、今北朝鮮に約500人、統一教会には約7000人以上、拉致資金となっているのがパチンコと創価学会。犯人たちは韓国人留学生、ジャニーズコリアンであると。拉致現場が、全国の路上、大学の校舎の中、ネクシー、モバイルカン、グリーンなどであるということですね、どうかご存知いただければ幸いでございます。
で、このお話を聞いてですね、あ、なんか本当に、じゃあちょっと調べてみようかなって思った皆さんはですね、このマイニーゴで検索してみてください。で、僕はウルトラガイナッサっていうですね、まあ、ミックスネームで、外線をしたり、ガチ問題についてのブログを書かせていただいております。ですので、ガチ問題についてですね、もうちょっと知りたいなと。ね、ロジオ歩いてて僕の娘、恋人、ね、これはラッカル可能性があるということをですね、どうかご存知いただければ幸いですし、まあ、インターネットでですね、外部本とかですね、まあ、ウルトラガイナッサという名前で検索していただければ幸いでございます。現在、北朝鮮には約500人、韓国が統一教会で7000人以上の日本人の生が拉致されたままであります。拉致現場が大学の校舎の中、全土路上、そして、ニッチー、ノバイエさん、グリーンなどであるということをですね、ちょっとご存知いただければ幸いでございます。そして、拉致資金が発信こと、総合会です。この場所をですね、どうか拉致資金の協力していただければ幸いでございます。それでは、一度終わらせていただきます。失礼いたします。東南口直行地の皆様、大変多くの音で、申し訳ございません。私たちは大日本というインターネットサイトでございます。私たちが、なぜこのインターネットサイトを立ち上げたかと申し上げますと、日本を壊す、こういった人たちを多くの日本人に伝える、こういった趣旨のもとに、このインターネットサイトが、設立されました。設立した日は2009年11月の16日、この管理人さんがこの民主政権になったときに国を壊す法案さながら、出そうになるというふうな、こういう事態を重く見て、この2009年の11月16日に設立したこの前にも、今現在4万9000人という、会員数になりました。ひとえに皆さん、なんとなくですが、この私たちのこの日本というのが、なんか大変なことになっているんではないかと、なんとなく思っている方がかなり増えてきた、その一つの現象がこの4万9000人という会員になったのかもしれません。皆さん、マスコミという、このテレビ、新聞、こういった、情報ですね、報道を、これ全て真実だと思っていたら、実は、そういうことが、今日はなかったというふうなところをですね、知った人が、かなり、このネットの力によって、知ることができました。そしてそこには、私たちを取ります、反日勢力の国が、この後ろのところに、後ろの黒幕の中にいるという、こういう事態が、私たちのこの国をですね、少しずつ、少しずつ、端っこの方から突っ込んでいるという、こういう話がございます。皆さん、この一つの典型的なあるあるが、前の2009年にあった政権交代による民主党、皆さん、あの時のマニフェスト、皆さんご存知、知ってますよね。子供手当や高速道路無料化や、様々な、夢のような法案がなった、その裏側で外国人参政権、住民基本法案、そして当時は人権擁護法案、そして中国的、そして夫婦別姓法案、私たちの国を壊す
こういう風な私たちにとって策がやって一理なしのような法案をこのマニフェストの裏側の2000インデックス2009のところに様々取らせていました。この中の一つ、人権侵害救済法案と人権擁護法案の名前を変えて秋の臨時国会にこの法案を提出する予定だそうです。皆さん、人権擁護救済法案一見別に大丈夫なんじゃないのかなと思っていたらとんでもないことになる可能性が多く秘めております。例えば、ある特定の、外国人に対して、大家さんが、やはり外国人は、ちょっと怖いんで、賃貸、この条件にはちょっと入れられないんですよ、というふうな話をしたときに、人権擁護委員会というところに通報して、この大家さんが捕まるという事態、こういうことが日常的に行われる確率が非常に高くなってくるというふうな事態になってくるんです。何か近いものを感じるものございませんか。当時、デジタサと言われた、共産圏のところにいる首相警察、こういうものの近いものを今、法務局と呼ばれているところが、今現在作ろうとしております。つまり、首相警察みたいな、それに近いようなものを彼らは作って、この後で、我々みたいな、私もおそらく含めてですね、いろんな人たち、こういう人たちの声を小さくした状態で、次に、外国人参政権というのを使って、そしてですね、この中国人、こういうふうな人たちのですね、国籍、もしくは入国の警官は、皆さん、この規制緩和のところで、最近、中国、長崎が、ビザなしで、観光客が、意識できるような、こういうふうなことを、こういうふうな規制緩和を今現在行おうとしているんです。こういうふうな、人たちがですね、最終的に永住権を持って、外国人参政権を得てしまった場合に、彼らの数がですね、今年間、この前までは年間1万人増えてたのが、最近では、この永住外国人の、この中国人だけで、年間2万人を超えるようになってきたんです。さあ、これで規制緩和になってどうなるんでしょう。これが5万人、年間10万人と来た場合、例えば年間10万人で10年で100万人になるわけです。100万票の、この地方票を持つということは、こういうふうな人たちの声を確実に聞かなきゃいけないような、こういう政治家しか政局に出ることができないようなことが起こり得るということ、これを聞いている皆さん、どうお感じになっていますでしょうか。皆さん、政治に関係ない、関係ないと言っておきながら、もし、こういうふうな法案が通ってしまったときに、どん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 中国人の利権がどんどん膨らんでいって、自分たちの生活が丸っきり脅かされるようになったときに、こんなはずじゃなかったと。現実によって、皆さんがこの平和でよかったね、平和でよかったなということが、現実によって裏切られたときに、皆さんどう思いになるんでしょうか。こうやって、楽しく、お買い物をすることもできない、新宿の街に歩くこともできないような状況がもしかしたらできてしまうかもしれない。今まさにこういうふうなことの第一弾がですね、行われようとしているんです。皆さん、こういうふうな事実はなかなかマスコミのテレビ、新聞ではなかなか出てくることがございません。できるだけテレビにある情報とこれからネットにある情報、こちらの一つにですね、ぜひ見比べていただきたいんです。見比べていただいて、そこに大きな差があったとき、これは何かあるんじゃないかとおそらく気づいてくれるかもしれません。
こういう日本をですね、壊すような勢力、当然ですね、先ほど言ってた通り、ダイナサーさんが言ってた通り、パチンコもですね、ほとんどはこの在日外国人によって、在日外国人の利権の構造そのまんまなんです。こういう風な人たちを、がですね、パチンコを打って、どん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 、多くの顔をして渡ったけど、街中のところに、どんどん入り込んでいくという、こういうふうな状況が、今後ともどんどん展開されていったときに、本当に皆さん、どうお考えになりますでしょうか。それでもいいっていうんだったら、多分おそらく私たちの国は確実に滅びると思います。それくらい大変なような状況がですね、今後展開される可能性があるんです。民主党は、このインデックス2009の中で、少子化の事態を見て、中国人の労働者を2000人入れようというふうな政策もあったんです。2000人入ってきて、永住権を持って、2000票、私たちの票で、私たちの民意で、もしかしたら対抗できなくなるような状態にさえなろうとしているという、この、素敵な状況の中で、皆さん、本当に政治に興味を持ってですね、ちゃんと選挙権や、これから私たちのこの国民の声を政治に届けない限りはですね、本当に私たちの10年後は、本当に暗いものになってしまうということをですね、今のうちに私は皆様にお伝えしたいと思います。漫画のような話を言ってるかもしれません。しかし、本当にこの10年後の現実にどうなるか、現実によって裏切られたときに皆さん、こんなはずじゃなかったとなったときには、でも、これも含めて、自分たちの責任なんです。民主主義というのは、私たち一人一人が責任を持つことで、民主主義というのが成り立っているんです。つまり、こういう責任を持つからこそ、私たちは、この私たちの固有の権利である、私たち日本の国民の固有の権利である一票というのを手にすることができているんです。逆に言えば、私たち一人一人が頭が悪くなり馬鹿になってしまえば、一部の特定の勢力だけにがですね、左手打ちやでこういう利権行動にまぐれる、こういう腐敗した政治がどん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 膨らんでいくというふうなことになってしまうのが、この民主主義のこの諸々の剣といいますか、私たち一人一人がちゃんと意識を持っていかなければ、本当に民主主義というのは腐敗していくんです。だからこそ皆さん、どうかですね、ぜひほんの少しでいいんです。まずはほんの少しから政治に興味を持っていただきたいんです。どうか皆さん、この政治を持っていく一つのツールとしてですね、インターネットを使ってみてください。そしてもしよろしければ、その一つの選択肢として、この前日本というのをご利用していただけたらと思います。アドレスは、http://minipol.jp。続いたら前日本でございます。政治がおかしいなと思ったら前日本。なんか最近中国人がおかしい多いんだけど、なんでだろうと思ったら毎日本。マスコミの報道でなんかおかしいなと思ったら毎日本。とにかく皆さん、ネットのご access ご利用どうぞよろしくお願い申し上げます。登録は無料でございますし、その後もお金を、お金はですね、使うことはございません。携帯からのアクセスもできます。どうぞですね、皆さん、私たちのですね、この前日本、どうぞよろしくお願い申し上げます。最近はですね、私たちの、この前日本の会員の、一人でもある、小坂先生もですね、荒川区議会議員の小坂先生も、パチンコのホールに課税をさせようという条例を、こういった条例をですね、
進めようという動きも今、現在私たちもですね、こういった荒川区のところからポスティングを、続けて、そしてですね、最終的にはこの、私たちのこの日本人のですね、心を腐敗させようとしているこのパチンコ、こういうものをですね、ぜひとも、撤退していただく、まず第一弾として、重い税金をかける。でも皆さん、フランスとか、このゴルフ雑誌に重い税金をかけるというのを、皆さんご存知でしょうか。これは青年、もしくは青少年、こういうふうな人たちにですね、大きな影響を与える、もしくは青年に大きな影響を与えるという部分で、重い課税をかけ、かけているという部分では、パチンコパチンコというふうなところ、こういうのも税金をかけても、良いのかと、私個人も思っております。割と筋のいい話だと思いますし、もし全国展開して、この21兆円のですね、こういう潤沢な、支障がありますので、ここのところからですね、税金を取ってしまえば、もっとすると、消費税の税率のアップに歯止めをかけるかもしれないというふうな発想にもなりませんでしょうか。だからこそ皆さん、今、この在日関係の利権にまみれているこの、パチンコのところから、税金を投入することによって自分たちの未来を、逆に彼らのこの国を壊す勢力のところから金を引き出すようなことをですね、税金を引き出すようなことをして、私たちの日本人のこの、自動車と涙の結晶のこの税金にちゃんと還元させてやるような形を取った方が私はいいかと思います。もしかすると、価格税の方もですね、下がるかもしれません。皆さん、ちょっとこういうふうなところで少し発想を変えてみるという、こういうふうな、こととして、考えてみては、どうか、いかがでしょうか。できるだけですね、こういう、節電もですね、25% と言っておりますが、果たしてそれができるかどうかもですね、この夏、彼らのですね、業界、どうなっていくかというのをちゃんと大きくしていただければいけないと思っております。とにかく、このパチンコの依存症の問題ということもマスコミがなぜ取り上げないかと申し上げますと、皆さん、もうご存知ですよね。パチンコパチクロのこの CM、テレビでやたら、リーすることが、ございますね。つまり、マネーの力によって、こういうふうな筆を抑えられ、そして、マスコミとですね、テレビの、情報拡散も、声を下がれているというのは、これが現状でございます。どうかですね、ネットの力、まずはネットでですね、こういうふうな情報をですね、マスコミとの流す情報と見比べてみて、この私たちのですね、今日本が、どれだけ大変な状況になっているかということをですね、どうか、皆さん、考えていただきたいと思います。最近では、反原発、原発が危ないということで、止めろというふうな動きを、よく見かけておりますが、しかし、皆さん、ベトナムと中国が戦争を、し始めるかもしれないという、こういうニュースを皆さん、聞いたことございますでしょうか。これは、尖閣諸島、南沙諸島と呼ばれているですね、こういった、東南アジアのインドネシア、フィリピンにかけてのですね、海域に、中国が、全部この海域を私たちの門だと主張している中で、ベトナムというのは中国が、緊張関係が非常に高まっているという、こういう事実がございます。なんか反原発とまるっきり関係がないじゃないかと思っている方、そんなことございません。ここは火力発電で使われる石油天然ガスの通り道の約 90% がそこの海域に集中しているんです。つまり、ここで火力発電の供給が止まってしまった場合、そして仮に原子力発電所が全て止まってしまった場合、私たちに残された電力は一体何パーセント、何割ぐらいになるかと言えば、4割、5割、この程度の
つまり今4000キロワットぐらいの、状態が、まあ、約半減、2000ぐらいですね。あっという間にもう今の使っている電力はもうこの時点で停電を起こすという、こういうふうな事例が起きるかもしれないと。つまり、確かに原発は危ない。しかしですね、むやみに即時停止を行って、そしてこの中国ベトナム戦争ので、この私たちのこの火力発電のエネルギー源が全て止まってしまった場合、こういうことを皆さん、果たして想像していますでしょうか。この状態で、5割、4割という、全体の5割、4割というふうな状況になってしまった場合に、おそらく、経済活動は停止するでしょう。となると、原発を反原発で即時停止させようというふうな人たちの言っていることが、どれだけ危険な、経済的にも危険な発想かということがわかるかと思います。もし止めるのであれば、段階的に止めるというふうな方法を取ってみるとか、もしくは、それと同時並行して、例えば我々の海洋資源であるメタンハイドレード、もしくは、はい、この前話題になった尖閣諸島のところにある、石油天然ガスの掘削や、こういうものをちゃんと同時並行でやらなきゃいけないというふうな話をしなければいけないと思うんです。今現在、自然エネルギーの、このエネルギー全体のですね、割合としてはですね、1割にも見ておりません。1割以下の状態なんです。だから、私たちはですね、外部エネルギーのことを除外した状態での、脱原発というのは、これは、まさにナンセンスだと思っております。そして、私たちのこのエネルギーというのは、これだけ、ちょっとした中国、ベトナムの戦争が起きた状態で、オイル、昔のあるオイルショックみたいなようなことがですね、簡単に誘発してしまうような状況になるんです。皆さん、私たちのこのタンカーで送られているこの石油の備蓄量は、この原子力だけで果たして何日分あるか皆さんご存知ですか ?1 ヶ月も満たないんですよ。だから、今あるこのオイル仕入れのこの 90% が今、まさに中国とベトナムの緊張関係によって、この 90% の通り道が断たれてしまうというクライシス、もしくはもっと南にあるフィリピン海域の南北島にあるこの区域もですね、中国は私たちの海域だと言って主張して、そのうち仮にここが実効支配を受けてしまった場合に、中国はおそらく外交カードとして、ここのプラトリー諸島のオイルシーレーンの私たちのこの 90% の通り道を止めますよというふうな、政治的なカードを出す可能性だってないわけではないんですよ。そして、お隣の中国は原発を推進しようとしています。ちなみに、中国でもし仮に原子力発電所が爆発してしまった場合、冬の偏西風というのを皆さんご存知ですよね。私たちのあの、西高東低と呼ばれているあの風の流れ道を想像してみましょう。新潟、ああいう風なところから裏日本と呼ばれているところで、そこから、山を使って、雪が降って、そして私たちの関東のところに空っ風となって、私たちのところにやってくる。この大元は中国のところから風が流れてくるということを考えたら、私たちの安全保障上ですね、まず中国のところにも原発を推進しているということを止めなきゃいけないんじゃないでしょうか。しかし、この反原発の人たちは、韓国のところにも、それから中国のところにも原発を止めるということは一切言っておりません。韓国の原子力発電所も、ちゃんと地政学的に、風下のところに置いているんです。つまり、あそこの原発が爆発するとですね、なんと、私たちの九州、それから中国地方、こちらのところに、放射性物質が風に乗って流れる可能性は非常に高いんです。
偏西風というのはこういうものなんです。こういうところに全く言及せず、日本の原発のところだけ糾弾しているというふうな団体、こういうふうなところに耳を傾けるのは私はどうかと思います。現実的な対処法というのが必ずあります。現実的な対処法にちゃんと声を出しているふうなところにちゃんと皆さん耳を傾けた方が私は建設的だと思います。どうかですね、皆さん、こういうふうなことがなかなかマスコミのところではなかなか流れてこない。それはそうなんです。パチンコのところにとって不都合な情報をマスコミは絶対に流しません。だからこそネットの情報、マスコミの情報を2つ比べて、どうか皆さん、私たちにですね、ほんの少しでもそういうことに興味を持つことによって、そういうふうな利権にまみれた政治家や、それから権力を持った人たちに対抗するためには、まず私たちが一人一人、賢くならなければいけないと私は思っております。ほんのちょっと政治を、興味を持つだけで、私みたいなこのモンクラ頭の、サラリーマンのですね、おじさんでもこれだけのことがわかるんですから、おそらく皆さんだったらもっともっとたくさんのことがわかるかと私は思っております。どうか皆さん、この一つのですね、情報ツールとしてこの大日本をですね、どうかですね、ご利用、ご安心どうぞよろしくお願い申し上げます。 http://mynipon.jp 続いたら大日本、続いたら大日本、どうぞよろしくお願い申し上げます。ということでですね、ちょっと話が、長くなってまいりましたので、一旦ここで、終了させていただきたいと思います。来店、およびですね、ティッシュ、小出し配布についてはですね、午後5時まで、行いますので、どうか皆さん、大きな音でご迷惑をおかけしておりますが、何卒とご理解、ご協力、どうぞよろしくお願い申し上げます。どうもご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございます。ちょっとすみません。はい。あ、そうそう、地熱発電は結構割と筋いいのかなと思いますが、あれに例えばそのスターリングエンジンを使ってみたりとか、まあね、スターリングエンジンみたいなものがもし組み合わされたらで、いいのかなと。まあ本当ね、地熱なちょっと演説で本当大変申し訳ないんですけど、ただまあなんとか勉強しながら、もっと転現させるように、頑張っていきたいと思っております。VTR はちょっとどうでしょうか。あとは岐阜の方で核融合エネルギーの研究をしている、機関もありますので、最近確かシミュレーションで、7000度か8000度ぐらいのものを、作ることができたって、言っておりますので、あとはおそらく核融合の条件として1万2000度と、それから多分それに、あとは
圧力が何気圧、どれぐらいの圧力か忘れてしまったんですけど、その条件を満たすとおそらくできるのではないかなというふうなのがあったりとかね。それは岐阜の研究所、どうもありがとうございます。じゃあ、そういうふうな、状況でできて、まあ、頑張っていこうかなと思っています。結構なんか東京電力さんはあんまりなんか地熱発電についてはかなり消極的な話も聞いたことがありますね。あとまあ例えばその温泉とかをもし利用するんであればもしかすると地盤沈下の可能性もとかっていうのは多分おそらく出てくるでしょうかね。そこら辺の審議のことは私は定かではございませんが、あとは実は南関東ガス電っていうのがありございまして、そちらもね、もし気休め程度でもいいから、なんかやってもいいのかなって、友達の時見てる、ああ、なるほど。まあ、そうですね。まあでも、こんな、ハゲオヤジなんで、ね、技を借りて天津飯みたいな感じになると思うんで、そんなような状況です。はい。まあ、本当、で、東電は結構ね、中国勢力っていうか、中華人共和国と、ちょっとかなり、ところで、ズグズグの関係だっていうふうな、指摘もですね、とあるジャーナリストから聞いたこともございますし、あとはあれですね、今、千葉のその暴走の点が、僕、木更津なんですよ。はい。一郎が来ちゃった。一郎。あ、一郎来ちゃった。やべ、一郎来たよ。一郎来ちゃったね。これちょっとしばらくちょっと外線やっても何の意味もないね。はい。新宿の一郎。小沢一郎じゃないよ。やべえ。まあ一郎そっくりさんなんですけどね。うすす？そっくりだったらわかるかな。ちょっと見ようか。はい。たまにですね、こういう形で、ちょいちょい出てくるんですね、はい、エリア51がここで発生するわけです、はい、おそらく多分なんかどっかの、パフォーマンスの人ちょいちょい来るんですよ、毎日本の上りも後ろに入ったんですか。あ、本当だ。これはいい。いや、よく来るんですね、はい。この間はね、演説しても何の意味もないんで、持ってかれちゃうんですよ、ほとんど。結構顔も似てます。東日本大震災で被害に遭った皆様、そして子供たちのために今、たくさんの情報があるんですけど、自分の機能がないんですよ。そうなんですよ。僕も一人の日本人としてサッカー選手として、今の中継というか中断中です。中断中です。一日も早く。ここはパフォーマンスの人が、ね、よく来てたんで、結構いろんなね、他の人が結構こういう路上パフォーマンスするんですね。イチローのミートポイントが、この守備範囲がやるんですよ。ちょっと離れましょう。邪魔したんですよ。
ですね、戻りましょう。戻りましょうか。まあ、そういうふうな状況でですね、まあ、受けちゃったかな。あ、でもなんか、まあ、そういうふうな状況でですね、これ、ちょっとしばらくちょっと中止ですね。これができるとね、ただ、大体ね、こう、10分ぐらいパフォーマンスして、大体帰ってくるような感じなんですけどね、あっという間にいなくなるんですよ。足も速いですね。パフォーマンス禁止ですからね。そう、パフォーマンス禁止なんで、パッとパッと帰るんですよね、この人、警察が来る前に。なんで、かなり速いですね。すごい今人だかりができてます。人だかりができても大変ですね。我々の横にしか通路がない状態です。今日。何やりなの、斜面に上りが入ってるのが、うまいこと、うまいこと斜面に入っちゃう。斜面に上りが、こう、前の方の上りが。まあ、やっぱ上りも結構重要ですね、そういった意味では。で、ユンケル今持ってる、ユンケル。必ずユンケル持ってくるよね、あの人。うん、すごいです。あなたたちは一応あれ終わるまで待つんだ。待ってやるんだ。ちょっとこの邪魔になりまして、後ろあれ本番か練習か知らないけど、あれこの間妖艶公演の本日練習してるって言ってたんだ。あ、そうなんだ。ここは何、本番なの、練習なの。もう帰るじゃん。これ練習だったらこんなことやらない。妖艶公演練習ってないよ。やっぱり見てほれ、芸人は見てほしい。いつもの関西のおじさん、前に行った在徳さんと一緒に、在徳さんじゃなかったっけ、パチンコのシンクルさんか、あれでそのパチンコは娯楽だからいいじゃないかって、なんか引っかかったら、お前は朝鮮人だとか、なんか。来られた関西のお客さんなんだけど、その後うちのところに来て、なんか、なんか、俺のこと朝鮮人って文句言うんだけど、なんか、本当に困るんだよって言ったら、こっちに文句言われちゃって、同じ人なんだ。そう、で、さっき、ちょっと宮崎駿が若くなったような感じの人なんですけどね、ちょっと面白いお客さんなんですけど、俺は普通の関西人なんだよ、大阪の人間や、来られちゃってね。いや、すいませんでしたって一応謝っていたんですけど、そしたらたまにこうやって話しかけてくれるんですね。でそしたら今度今でも後ろ代々木公園で練習してるんだけど、どっちが本番だから分からんわって話してたね。さっき今言ったんで、そういうふうな感じみたいですね。まあまあ、そういうふうな状況で、なんかジャージちょっと、なんか、青と赤って、青と赤って、ちょっと、どっかの国にちょっと、でもなかなかね、不慣れな状況で、こう仮設住宅は本当にひどい話だよ。なんで日本にさ発注したいんだか、本当にひどいと思う。日本も余ってるんですか。そう、日本在庫余っちゃったんですよ、おかげで。
大体さ、考えてみるとさ、絶対さ、あれだけの大きなもんだったらさ、物量的にもさ、あと物資的にもさ、船便じゃん、完全に。ねえ、船便でさ、送るってなったらさ、何日の、何、納期のさ、差ができるんだってさ、その輸送のさ、時間さ、こっから考えてもおかしいんだけどね。いやー、ほんとね、恐ろしい話だよね、ほんと。まあ、でも、ほんとね、これだけ、タイムで、ほんと、高速発動しちゃうよね。おそらく多分、韓流ドラマを欲し続けて、視聴率が 10% に失ったというね、ゴールデンタイムで、まさに高速発動なのかな、なんて思ったりとか、しますからね。まあ、そう、ね、今コメントに出てたんですけど、中国のね、電力も、確かね、80% か 90% ぐらいは石炭なんですよね。だから現地にいるリュウコさんって、そろそろ、まあ、大学、今、論文書いてるから、そろそろ戻ってくると思うんだけど、多分ね、相当石炭の公害で、なんかね、喉がすごく痛くなるって言ってましたね。上海ですから、上海も石炭の、上海も結構やっぱ流れてくる。うん、でも、北京ホールじゃないと言ってましたけど、まあ、本当ね、えらいことになってる。本当ね、今ね、ベトナムと中国のね、戦争以下によってはね、火力発電に大きな影響が出てくると思うよ、オイルショック。昭和48年。なんかね、領土問題ですから、お互いしかないでしょうからね。そうそうそう。引きようがないでしょうからね。もともと尖閣諸島は、もともといたそのベトナムの人たちをさ、強制排除して、確か。そう。ちょっとね、名前がちょっと思い出せないんだけど、尖閣諸島の英名がね、英語で。なんとか鳥居諸島だったかな。あ、パラテルだ。そう、パラテル諸島、そうそうそう。うん、なので、そういうそのパラソル諸島がかなりね、石炭はね、石炭政策から石油政策にね、高度成長期の手前のところから切り替えたんですよ。で、それで三井炭鉱とか、あの辺りのところが一気に閉鎖になったんだよね。あと夕張炭鉱とか、あの辺りがこう、どん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 降りてきたんですよ。で、石油に転換して、で、確かあれ、中瀬のところだったかな、あの辺りだったような気がするんだけど、違ったかな。うん、だから、本当ね、かなり、うん、私たちのこの取り巻くね、この環境というのは非常にね、危険だよね。だってあれだもん。まあ、私は地熱をですね、地熱に浸るイメージ。なんてね、まあエネルギーはなんとかね、専門家に任せてっていうところもあったりはするんだけど、まあ実際はやっぱメタハイもね、もちろん使ってね、あと実際さ、だって南関東ガス面だって、かつさ、自分たちが掘ろうと思えばそこそこ掘れるんだろうからさ、もうやりゃいいんだよね。うん、で、なんだっけ、他にもさ、選択肢とかだって、それこそ。あそこだってさ、石油と天然ガスあるわけなんですか。なんかそういうのちょっとどんどんさ、そういうのがまずって。なるさんが来ました。私が来た。あ、本当だ。なるさん来たね。そう。で、天然ガスが一番その CO2 の排出量が少ないっていうところで、だからメタンハイドレーでも CO2 の排出量が少ないの。石炭が一番確か CO2 の排出量が高いんだよね、確か。じゃあ、わかるさん、
4-1 10分ぐらいちょっとやりますか、はい、ちょっと渡さんでちょっと話してって感じで聞けたらいいのかな。じゃあちょっとやってみましょうか。はい、はい、お願いします。京さんもいなくなったし、はい、新宿東南口ご通行中の皆様、大変大きな音で申し訳ございません。私たちは前日本という SNS サイトでございます。前日本は、いわゆる Facebook、それから Mixi、Green、こういったものの、と同じような SNS という形式で運営されているインターネットサイトでございます。私たちは2009年11月の16日から、こちらの前日本という SNS サイトを立ち上げました。今現在4万9000人という会員数に、なっております。どうかですね、皆さん、こちらのところにご登録、ご登録、どうぞ、どうぞよろしくお願い申し上げます。 http://minipon.jp 毎日本 .jp 今チラシを織り込んだ機種を配布しておりますので、どうか皆さんお手に取っていただいて、登録、登録は無料でございます。フリーメール、G メール、Yahoo のメールでも、登録ができます。そして、携帯からもアクセスもできますので、こちらのですね、機種に書いてある、もしくはチラシに書いてある、QR コードからアクセス、してみてください。最近の、この、日本をですね、壊す人たち、壊す勢力がいるということをですね、皆様にお伝えするために、皆様にですね、広く知っていただくために、この SNS サイトができました。日本を壊す人、たくさんあります。例えば、こちらのパチンコに代表されるような、こういった在日の、外国人もそうですし、お隣の中国もそうです。そしてですね、そういう風な人たちにおもねった、日本の国会の議員、地方議員、こういう人たちもそうでございますし、そして中国に、ですね、ビジネスを組もうとしているこういった、企業体、企業グループに関しても同じようなことが言えるかもしれません。しかし、そこの、一番の反撃の震源地はやはり中国、韓国、北朝鮮に代表される特定アジアと呼ばれている人たち、国がですね、こういった人たちがかなり多く関与しているということが、言えると思います。皆さん、この中国という国、皆さん多分いろんなイメージを持っているかと思いますが、実際ですね、この日中友好という名のもとにですね、いろんなシルクロード、昔あの NHK で流してたあのシルクロードの、放映してたあの時期はですね、大変シルクロードの観光客が、日本から、日本の方がですね、シルクロードの、国ですね、香港、こういったところに行ったそうですが、あの時代に中国は一体何をやっていたかということを皆さん、ご存知でないかと思います。あの時代はですね、あのシルクロード一帯のところで核兵器開発、つまり、核爆薬の実験をですね、何度も何度も行っていて、実はですね、この放射性物質があの当時、季節風によって冬にどんどん中国側から日本に流れていたというふうな話も、伺っております。そしてですね、この私たちのですね、このあの日本の、マスコミ、テレビ、新聞、こういうものですね、中国に不都合な情報をですね、仮に流したとすると、中国のですね、この国家機関、こういう、国家機関の一つがですね、このテレビ、新聞を逐一設置しているんです。
そして中国に不都合な情報をキャッチすると、大使館経由でこのテレビや新聞、こういったところに抗議を入れるという、それを日常産地を行っております。だから、もうすでに中国にずっと監視され、そしてですね、なかなかこの中国側にとって不都合な情報が流しにくいという、こういうふうな現実が実はあります。皆さん、漫画のような話かと思いますが、しかしですね、今現在、こういうことが、この中国政府が、私たちのこのメディアをですね、逐一監視して、私たちのですね、言論を封殺しようとしている、彼らのですね、言論を封殺しようとしているんです。例えば、今、中国とベトナムが、戦争一歩手前になっているというふうなニュースを皆さん、ご存知でしょうか。これほとんどテレビで流れていないんです。本来であれば、トップページ、トップニュースでも扱われても差し支えないこのニュースがなぜ流れないのか。関係ないと思っている方がもしいらっしゃったら、あの海域は私たちのエネルギー源、石油天然ガスの通り道の 90% 以上、95% 以上のですね、エネルギーの石油天然ガスのタンカーの通り道があの一帯にあるということを、皆さん、そこを考えるとですね、どれだけのこの危機に直面しているかということが伺えるかと思います。私たちのこの石油の備蓄量というのはですね、非常に少ないので、あっという間にここの道が断たれてしまったら、ほとんど電気使えなくなるような状況になると思います。そして今、この反原発の動きを考えると、今後ですね、あの一帯ですね、南沙諸島というところもあるんですが、ここら辺の海域一帯を全てですね、全て中国が自分の領海だと主張して、そしてですね、今まさにこの領海を取るまず第一弾としてこのベトナムと戦争を仕掛けようとしております。ここの広い海域一帯を全部中国が地球上を攻めてきたとしたら、外交カードの中で私たちのこの石油、発電のない石油天然ガスの 95% 以上のこの通り道をもし代表カードとして立たれてしまった場合に、私たちはもうどうすることもできなくなると思います。つまり、今後ですね、反原発という中で、順次おそらく原発は少なくなっていくでしょう。そして、このベトナム戦争、ベトナムと中国のこの、中越戦争というのがもし起きてですね、この海域が全て中国の実効支配を受けてしまった場合、下手すると、原発が全て止まったと仮定しましょう。そして、代替エネルギーのないままで、この状態が進んでしまった場合、この水田と呼ばれる石油天然ガスの通り道が断たれてしまった場合には、私たちの電力は4割から5割ぐらいのものになってしまう、全体の。こうなったときには、もう私たちの経済活動は全て終わります。こういうことを考えたら、今あるこの東南アジアにおけるこの中国のですね、軍隊によるこの実効支配というのが、どれだけ私たちのこの生活に大きな影響を与えるかということをですね、なぜ、マスコミは全く伝えていないのか。新聞でほんの少し出ている中で、テレビでトップニュース、もしくはですね、新聞で一面記事にならなきゃいけないようなこの記事が全く小さな記事になってたり、テレビでは全く取り上げられなくて、ほとんど取るに足らないようなニュースの方を優先しているとしか私は思いません。そして実際に今、福島、中心とした、このようなですね、
震災の状況をですね、少しずつ今メディアから、消し去ろうとしている。皆様のですね、関心を引こうと、をなくそうと、今こういう被災地の状況の、少なくしようとしているというのもですね、これもまた本当に奇跡な話で、まだ全然瓦礫の撤去さえもまだままならないところもまだあるんです。先週ですね、この、ヒロシさんという方が現地に、ボランティア活動した、状態の中でですね、ここでですね、その今の現地での状況をですね、お話ししたんですが、まだまだ全然インフラのところかですね、仮設住宅に入る、この仮設住宅が、どういうわけだか、韓国から受給をしているというのも、これも恐ろしい話で、実は日本国内で、こういったプレハブが必要であろうと、各国の、各プレハブを作っている業者さんがですね、部材を買って、そしてですね、在庫、その中でですね、生産してたんです。しかし、そこから発注を一切せず、韓国から、中国から、この仮設住宅のプレハブを発注しているということ。そしてですね、こういうことをやって、そちらの方には全く発注を行っていないという、異常な、発注の仕方をしているということが、これがですね、今の認証なんです。本来であれば、日本の国内の中にお金を、回していかないと、経済活動というのは、当然ですね、お金がこう動いていかないと、この経済、血の循環が滞ってしまうわけですから、こういうところにどんどんお金を突っ込んでいかなきゃ、発注してお金を出していかなきゃいけないのに、中国、韓国といったところに私たちの税金ですね、税金を流し込んでいるという、こういうふうなことをですね、平然とは民主党はやってしまいます。ちなみにですね、自民党も含めて、中国に送った ODA という形、円借款という形の総額が一体いくらか、もうすでに7兆円を超しております。そして、北京空港、300億円、上海空港、290億円、そして、上海森ビルと呼ばれた、金融センタービルは50億円、全部、日本のお金で作られたそうです。つまり、私たちの血と汗と涙で、の結晶であるこの税金をですね、日中友好という名のもとに、今まで都合7兆円も中国に貢いでいたというのが、これが現実なんです。そして、今現在この ODA の中で、学生さんの方はよく聞いてください。この奨学金制度というこの中国版のやつがですね、すべてこの日本に来る旅行費を含めて、すべて無償で補助金という形でですね、この学生さんに渡しているんです。ちなみにこのですね、奨学金はですね、返す義務がありません。つまり、あげた月、こういうふうなですね、私たちのこの日本人は、この大学の時の奨学金が社会人になった時に、返還しなくちゃいけないものを中国の人たちは、そういうふうな優遇を行っているんです。まさに特権と言っても過言ではないようなことをやっているんです。これも全て日中友好、この挙句の果てが、今度、尖閣諸島を取りに実行しない、つまりこの島をですね、中国のものにしてしまうという、こういう政策を挙句の果てに、これをですね、尖閣諸島をミスミス取られるようなことが今後起こり得るということなんです。彼らは今回のベトナム、中国とのこの戦争、ここをちゃんと品形として、尖閣諸島の方もですね、いつでも取りに行けるような状況にしているというのは、これが実情です。あの尖閣諸島を上げてやってもいいんじゃないかと思っている方、次は中国取りに行きますよ。中国取りに行った後は九州を取りに行きます。こうやって私たちの手足を少しずつ動いていくのが、これが中国のやり方です。かつて南モンゴル、東トルキスタン、チベット、
各国は独立した国であったのが、それが全て中国の自治区として、今、人民解放軍が入って、ほとんど中国の、中国人の言いなり、漢民族の言いなりになっているのは一体なぜなのか、チベットのお坊さんが、一回放棄して、そしてですね、実際に、そういった今の体制をどうにかしようと放棄して何とかやったんですが、しかし人民解放軍と、それから、そういったあの警察によってですね、武装警察によって、収容所に、全部連れ去られてしまいました。ほとんどおそらく殺されているでしょう。あの国のことだからおそらく殺されているでしょう。今度2012年に国家元首になるであろう習近平という人は、このウイグルのですね、大量虐殺に、加担した、この実績を引っ掛けて今度の国家元首になる、そういう人なんです。つまり次の2012年からの中国はより軍と政府の関係が密接になり、おそらくかなり軍事的な強い、こういった軍事的な力を利用して強い行動をしてくると予想されます。そしてですね、2012年は同じ年に中国、北朝鮮、韓国、ロシア、それからアメリカ、フランス、イラン、全部国家元首が変わります。同時に変わるのにもかかわらず、日本は果たしてどんな風に変わっていかなければいけないのか。おそらく習近平体制になった時には強力な反日体制になります。今の状態でも実は中国にとっては親日体制なんです。この、今この状況の中で尖閣諸島を取るか取られるかというような状況になっていることを考えれば、おそらく2012年以降は確実に尖閣諸島沖縄を本気で取りに行くと思います。ぜひですね、この、今あるこの危機についてネットではこういうふうな話はよく出てくる話かと思いますが、しかしですね、実際にはこういったテレビや新聞においてはなかなかこういう話は出てこようとしておりません。どうかですね、この、ネットを使ったですね、こういった情報をですね、ぜひ、見ていただきたいと思います。その一つの選択肢としてこの大日本というのを、ぜひご利用していただけたらと思います。アドレスは http://nynitpol.jp 続いたら前日本もございます。ページが変だなと思ったら前日本、マスコミがなんか変な報道するなと思ったら前日本、最近中国人外国人がなんでこんなに多いんだろうなと思ったら前日本、とにかく何か答えが見つかるかもしれません。どうか皆さん、これを機会に、ほんの少し、政治に興味を持ってみてはいかがでしょうか。この一つのプレゼントとして、前にもどうぞよろしくお願い申し上げます。今、チラシを織り込んだティッシュをですね、お渡ししておりますので、どうか皆さん、手に取っていただいて、ご発掘、ご登録、どうぞよろしくお願い申し上げます。なお、QR コードも付いております。携帯からマップも、できますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。そもそも話が長くなってまいりましたので、一旦ここで、終了させていただきます。開店と試合は午後5時まで行いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それではどうもご清聴ありがとうございました。はい、どうも、お疲れ様でございます。こんな感じですね、いつも、外見を行った、お父さん。ありがとうございます。なんか
逆になんか申し訳ないですね、なんかこんな、なんて言いますか、こういった、こったまえ演説に、ありがとうございます。あともう30分ぐらいで、放送を通して、それから外旋、あともうほとんど締めの外旋で終了って形になると思います。なんとかですね、このような感じで毎週、チラシ配りとですね、それから、外旋を、今後ことも、行っていきたいと思います。なんて言いますか、南アザブの問題もそうなんですけど、簡単に外国人にね、ましてはね、政府がね、土地をね、買うようなシステムがおかしいですよ。賃貸でいいじゃないですか。ですよね。あ、いや、あ、あそこ行ってきましたよ。バーネットジャパンの。あ、見ました。で、中の写真も撮ってきたんで、国際女性審判協定の、あれもね、なんか飾ってありますよね。あれ、見た、入ったことあります？いや、古川さんの写真で見ました。あ、見ました。見ました。中に入ったことじゃない。あ、そうですか。じゃあ、あれ、かなり細かく写真撮ったんで、ネットでちゃんとレポートができますよ。はい。あと、動画も月曜日に、なんとか、うまく練習してやっていきたいと思います。そうだ、教科書の話聞きました。あ、いや、失礼です。何ですか、教科書の話は。いや、教科書が4年に1回改訂になるんですよ。ええ。作る会の教科書とか、なんか、前提の。はい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 。吉家さんの国会答弁の話ですよね。それはちょっと僕は見てないです。多分そうです。毛沢東とか、日本読みじゃなくて、中国読みにするってとか、あと竹島を独特って思わせる教科書もあるとか、すごいですね。そう、なんてあったような気がしたんだけど、気のせいかな。あるかも。うん、間を通して。あれやばいですよね。こんな教科書が存在したら、そもそもあれですよね。あ、そうそう、アジア開発銀行のね、そう、そっから経由してね、やる場合もありますよね。そう。で、それがなんか何だかな、教科書をなんか作るネットワーク21とかなんか、最後に21がついてるんですよ、またこれが。ねえ。なんで21がつくんでしょうね、ほんと。いやー、そうですね、21世紀なのか、ねえ、あれなのか。ね。なんで21がつくんでしょうね、ニヤニヤって感じなんですけど、はい。本当ね、すごい話ですよ。こんなことがかなりあって、すごいもんですよね。教科書の話もしますか？もし、あれでしたら、こちらで。外線じゃなくて、ここで。そうこちらで告知するのも全然ありだと思います。そうですね。はい。作る会の人に会ってきたんですけど、はい、作る会の人が言うには、言うにはっていうか、そうなんですけども、はい、4年に1回教科書の改訂というのがあるんですよね、はい、中学生の教科書をどこの会社が使うかそういうのがあるんですけども、いろいろその安倍さんが教育法を改正っていうのをやって、こういうものを受けましょうっていうことで、教科書が良くなるんじゃないかなっていうふうなことで、はい、作る会の人たちが言うには、良くなるんじゃないかなっていう希望も抱いてたんですけど、やっぱり見てみるとかなりひどいところがあると。特にひどかったのが公民の教科書がひどかったらしいですね。公民ですか。公民の教科書にその外国人の人権がどうとかとか、そういうことが、なんか人権問題がどうとか、そういうことがいろいろ書いてあって、特に残念だったのが、その人が言うには特に残念だったのが、その公民の教科書の一番最初に、今6社から7社になったんですけど、はい、前までは全部の教科書に家族のことが書いてあったらしいんですよね。家族を大事にしましょうと、はい、家族は一番その社会 の, その構成単位の対象で、そこをまず大事にしていきましょうっていう話があったんですけど、それを7社中もう4社しかやってないらしいんです。だから3社家族の話すらしなくなってしまったと、はい、そのいわゆるマルクス主義者の人とか家族がなんか階級のこう始まりだみたいな感じで、そう、家長制が始まりだみたいな感じで、階級制の始まりか。で、子供はもう政府のなんか機関のところで教育するみたいな、そういう格好ですよね、これ。そういうようなね、話も全部削っちゃったらしいんですよね。
そう、だから、まあ、どうすればいいかっていうと、まあ、一応その人が言うには、はい、まあ、やっぱりその地域、市区町村単位の、ホームページを見ていただいて、そこにですね、まあ、教科書のアンケートとかを取ってますよっていうのが、まあ、基本的にどこのところもあるらしいですから、ないところもたまにあるんですけど、はい、あるので、そこに行って、まあ、できれば自由さと、どこでしたっけ、もう使用者じゃなくて、何したっていうんですかね。自由者と一方者、一方者ですね。うん、そこの 教科書を扱ってほしいと。僕は自由者の方が、まあ、好きでしたけど、まあ、それをやるのが、まあ、一番いいんじゃないかなっていうようなことをやってますので、ぜひ皆さんも、まあ、そういうような、市のホームページから見れるようになってますから、8月に決まっちゃうらしいです。8月の終わりにこう決まっちゃうみたいなんで、それまでに、まあ、できればその、いろいろ問題あるから、自由者の教科書を使ってもらいたいと。まあ、家族を大事にしているような、教科書を使ってもらいたいなっていうようなことを、まあ、何でもいいとは思うんですけど、それは、各々の人の意見があると思いますから、そういうようなことを書いていただいて、正していただく、そういうことが重要なのかなっていうふうに思っております。まあ、8月に、だから教科書が決まっちゃうんです。4年間ずっとこの教科書を使うんです。そう。この教科書が、まあ、その、例えば、竹島のことをドクトって書いてあったり、まあ、毛沢東のことを、なんて言ってたんですかね。なんとかとか、うん、そういうのになったり、あとはその外国人の差別問題のために、差別の解消のために外国人の参政権問題もあるみたいなことを書いてあったりとか、あとはその家族のことを全部省いちゃったと。まあ、昔は全部の教科書に書いてあったんだけど、それを省いちゃったみたいな、そういうような教科書があると、非常に良くないんじゃないかなっていうような。そういうことなんですね。だからそれが8月で決まっちゃうんで、そうですね。できれば早めに出していただくと。いやだからね、やっぱそのマグネットジャパンっていうか、今、WA に行ってたけど、行ったんですけどね、はい、ああ、そして次はさ、多いところだ、すごい。まあ、どこのね、なんていうのかな、公民館みたいなところで、こう、ミニ図書館みたいなのがあるじゃないですか。そこに例えばなんか女性人権問題、フェミニズム問題みたいなところが田中ありますよ。そうなんです、俺がね、もうピターンってくるんですよ。で、もう全部、で、このバウネットジャパン系のところで、もう一つ棚あるんですよ。こいつはすげえぜって感じで、逆に言うと、よくあそこまで活動してきたなって感じですね、なんかね。すごい。いや松井弥生のパネルがドーンってね、あったでしょ、あれすぐ近くのところに、松井弥生をイメージした、ね、バラのブロンズ像っていうのがあるんですよ、モニュメントみたいな、そこのところに書いてあるのが、ほとんどハングル文字なんですよ。松井弥生のお父さんだけはレイプマンじゃないんですか。レイプマンじゃない。軍人なんだけど、軍人はなんか女性にレイプをし続けてきたんだけど、うちのお父さんは軍人だったんだけど、やってないと。うちのお父さんは潔白でした。はい。そういう方です。ないよね。はい。だから総一郎でさえも、開いた口が塞がらなかったという。はい。で、それが、女性審判、国際審判法廷というところで、その昭和天皇をはじめ、東條英機とか、以下8名をですね、まあ、その女性を、その戦争中に、まあ、レイプをしたという、その、犯罪で有罪判決という模擬裁判を行った人たち。あと天皇陛下が天皇陛下の命令をもとに軍人がその海外でその性犯罪をしたと。それで、まあ、天皇陛下有罪っていう模擬裁判をして、実はその裁判がをもとに、そのなんだろうな、まあ、あれだっけな、あれは従軍慰安婦の決議をしたっていうような国会答弁まであるんですよ。それがちゃんと、まあ、前日本の新しい初心者支援のこうなんていうか政治にそういうような経緯で、ちゃんと国会答弁もあります。答弁もなんかそういうあって、それをやってるのが、まあ、そのなんだ、窓かより子とかさ、岡崎富子とか、福島瑞穂とか、そう、もうね、そんなようなのがばーって集まってるんですよ。そういうふうなところの書籍のところで、当時まだ若かりし頃の福島瑞穂が弁護士として、
その諸説を書いてるんだよね。じゃあね、ちょっとね、しばらく通って、ちょっと読みふけようかなと思って。だからなんかね、俺らみたいな向こう側の活動家が、なんか20年とか30年とかだったら、ミスりごっそり入ってるんだよね、信じられないことに。これをやりたい放題やるよね。そしたらなんか根性が違うよね、それは。あれね、何十年もやってたらね、これはね、気持ち悪いわ。笑いごっちゃない、笑いごっちゃない。笑いごっちゃないんだけど、本当で。でもね、はっきり言ってね、笑いごっちゃないよ。笑いごっちゃない、本当。いやだからね、これは相当、まあ本当に本気でやっていかないとね、まずいなって、本当に。あとなんか、やっぱり女の極左活動家の方が気合入ってるよね、極左活動家も。そう。なんでだかわかんないけど。で、しかもね、その時に来たのが、引率した高校生である人たちが、その、なんかあの、高校生の、なんかおっさんが多分教師だと思うんですよ。大阪から連れてきて、そこのところに資料を読ませてるんですよね、なんかおそらくあの、ゲミっぽいような感じで。それがもう10人ぐらい、なんか、写真撮ったりとか、わけやりやりやってるんですよ。で、そういう人たちに、なんかあの、こう、あの、事務員の人がね、その、人がさ、コーヒーどうぞとかなんか言って、さ、やって、なんか、頼んでるような感じになってるんですよね。すごいことになってるわ、とか思いながら。女性の活動家は右にしろ、左にしろ、妥協がないよ。そう。あれが本当に、ある意味立派な話になりますね、本当。やっぱりなんかこう男はバランス考えて、まあ、そのバーターでなんかこううまくやろうみたいな、そういうのがあるんだけど、女はなんか妥協がないから。あの、伊藤玲子さんとかすごいよね。そう。80、今もう9歳ぐらいでしたっけ ?87? 80分かんないですけど、もう90近いんじゃないかな。日教祖が倒れるまで死ねないって言ってましたからね。本当ね、あの、申し訳ないと思いますもん、あの人が。あの、で、それでも今なのでも、1時間ぐらい外線で喋りますからね、演説しますからね。すごいよ、ほんと。あのね、ご初心完結っぷりって、すごいね。なんか、僕なんか、1時間ぐらい10曲だな。ちょっと、極に説教をしてるわけじゃないんだろうけど、民主の悪口がずーっと多くて、でも別に僕、民主党支持しないんですけど。もうね、むしろ嫌いなんですけど、湧き出る何かがあるんでしょう、その怒りがこう、はい、これはもう聞くしかない、ね、こんな感じで、じゃあちょっと5分後の締めの会見やってから放送終了って感じにしましょうかね、軽くじゃ締めの方のアナウンスしていきますね。あ、バッテリーが、24%、なんとか、新宿東南口、ご通行中の皆様、大変大きな音で申し訳ございません。本日もですね、午後1時から午後5時まで、こちらの、ティッシュ、チラシを取り込んだティッシュを、配布して、そしてですね、こちらの、外線を、行ってまいりました。本当に私たちは、このニコニコ、動画をですね、ニコニコ生放送をしつつ、こういった、情報活動を、今後も、行ってまいりますし、この皆様もですね、ぜひとも、この、マイナホンというものを、知っていただいて、こちらの、アドレスにぜひご登録、どうぞよろしくお願いいたします。登録は無料でございます。携帯からのアクセスもできます。http://minicon.jp、マイニコン .jp。どうかの人の皆さん、こちらにご登録、どうぞよろしくお願い申し上げます。毎週日曜、こちら新宿東南口で午後1時から午後5時まで、こちらで活動させてまいります。大変大きな音で申し訳ございませんが、しかし、私たちのこの日本の未来、これを思ってのことと、思いまして、皆さん、どうぞご理解、ご協力、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、そろそろ、本日のですね、外線活動及び、実施配布を、午後5時で、そろそろお時間が参ってまいりましたので、そろそろ終了させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。では、失礼いたします。はい、どうもありがとうございました。こんな感じですね。まあ、本日もあと残り、10分ということで、余白タイムという感じでございます。いやー、なんとかね。
お疲れ様です。なんとかまあこんな感じでですね。そろそろあれだよね、まあね、円高もね、かなり厳しいらしいですけど、あ、どうも、ありがとうございました。あ、どうもありがとうございます。本当に来週ね、なんとかね、頑張っていきたい。あ、そう、今なんかテレビもゴールデン枠なのにもかかわらず、10% 切っちゃってるみたいですね。まあ、メディアの皆さん頑張ってください。10% 超え、になるよう、いろいろ工夫されてみてはいかがでしょうか。私の、おすすめは、韓流ドラマをやめて、ちゃんと日本のドラマとか作った方がいいんじゃないでしょうか。はい。おそらく原因は多分現場の人はよく分かってると思います。ちゃんとした、ものをですね、作ってもらいたいかなと思っておりますが、まあ情報バラエティとかなんか言ってきながら、ね、管理をしとかしているからこそ、こんなことになってるんじゃないでしょうかね。私はもう本当もうテレビはほとんど終わると思いますよ。本当にこのまま続けていくんであれば、うん、何もそうかっていう。だって、つまんない。それにさ、ニュースはニュースでさ、嘘しかつかないし、まともなニュース番組なんて本当さ、片手に余るでしょ。2つぐらいかな。しかも全国ネットじゃないし。なんかね、本当。情けないよ、本当。いや、正直、もうね、だから、だからこそ、私は、素人ジャーナリストとしてですね、ジャーナリスト宣言、かっこ笑いというスローガンのもとに、そんなね、そんな嘘っぱちしか、流さない報道があるにしかやんないんだから、俺だって一時ソース取りに行くよと。こんな感じで行きたいと思います。あ、でもね、土地問題に関してもさ、どうこのテレビがさ、取り上げたんですか。取り上げてないですよね。取り上げろと。3つ3本動画上げてるんですよ、こっちは。ちょっと勘弁してください。本当にお願いします。本当誰か取り上げようよ、本当ね。ちょっとね、本当近々ですね、いわゆるバウネットジャパンって言ってたさっきの人たちね、そういうプロテスタントキリスト教の、総本山でもあったりするんですけど、日本のね、まあでも実はその裏側のところに、在日なんたらかんたらかんたら教会とか、なんかそんなのがあったりとか、石原やめのネットワーク、まあそういうのがいっぱいあるんですけど、行ったんですけどね、まあ音楽スタジオは結構有名なスタジオなんで、あるんですけど、結構、すごいですね。40年前から老舗の音楽スタジオがあって、まあ、僕もそのかつては憧れてたアバコスタジオっていうのがあるんですけど、であとそれに隣接した結婚式場とですね、チャペルで、ね、結婚をこう憧れてるカップルとかの笑顔があったり、そういう笑顔の裏側のところにこう隠れるように原発いらないとか、なんかそういうのがなんかこう窓のところから見えたりとかするんですよね。すごいなんかすごいなんかパラレルワールドみたいな、感じがしました。で、割とその建物自体は中は別として、外側はですね、結構やっぱ
カップルの人たちとかやっぱ撮影とか多いんですよ。だから全然カメラとか撮るのは全然 NG じゃないんですね。一応まあ念のためなんだろう、事務員さんとか主演さんの人に撮影しますけどいいですかって確認を取った方がいいと思いますが、こんな感じでね、やったんですけど、あとはその例の、その女性国際審判法って戦争犯罪演出の模擬裁判ですね、発信源と言われているそのバウネットジャパンを中心としたミュージアム、こちらもですね、また足しげく通ってですね、いろんなツッコミのころを、見つけてまいりたいと思います。ね、どういうわけだかね、ただでもらったチラシの中にね、なんだっけな、高麗の館っていうチラシがあって、なんだっけな、焼肉大好き、みんな来いみたいな、そんな感じのチラシがあって、高麗、高いの、そう、うるわしいで書いて、のがあってね、なんでこれがあるんだみたいな、そうそうそう。っていうふうな組みがあって、で、まあ、高麗の館っていうのも、実はね、そこのところは、アリランなんとかとか、なんかね、こういう、なんか、もうビルがもう、なんかね、それ専門ビルみたいな感じになって、多分半日の、今回行ったのがもう、半日のなんか、百貨店だったら、多分あっちはアリランの百貨店なのかなっていうところがあるので、あそこに行けば何でも揃うって感じがするので、ちょっとそちらの方にもちょっとお邪魔してみようかなと。お邪魔して、なんかいろいろまた写真とか撮ってですね、いろいろと日記とかでレポートしてみたいと思います。まあ、ね、敵の内部に入って潜入取材、もうね、はっきり言って、別に命取られようが俺にはそんなことは知ったこっちゃねえみたいな感じでね、はい、行ってみたいと思います。はい。こんな感じで、はい。パチもパチで、私も業界新聞のところから突っ抜いてですね、日記とか上げてるので、興味のある方はですね、やってみたい。その中のね、調査の中でね、あいつらもね、自分たちのこの、なんだろう、この遊戯者が今、のトレンドがどこかっていうのを、新聞で書いてあるんですよ、新聞とか、情報誌で。そういう業界内で。で、そうするとやっぱり毎日遊戯してる人たちの半数が消費者金融で金借りてる。そんな風なことをね、頼いてます。で、あとは、これから、年金のおじいさんおばあさんのためのパチンコを作って、そこから金をせしめようと。そのためには分かりやすい台を作らなきゃいけないね、みたいなことが書いてあるわけですね。はい。なんか、高齢者向けのゲームセンターっていうのは、なんか特集とかありますもんね。だからね、こういうふうなものをね、今後作ってみたいですよ。ゲームセンターもね、結構ね、早い、ゲーム業界の闇も深いですからね。はい、なのでですね、まあ、こんなようなことを言って、まあ、今後とも、まあ、JK のおっさんはね、カメラ持って、そうそう、換気をね、止めるっていうかね、まあ、もう、そもそもあれ、違法なんですよ、鑑定方式は。はい、で、業界の人たちは遊戯機だって言ってますけど、俺はだから、ね、そのゲーム業界にいるから分かるんですけど、数年前にやった、機種名もう上げちゃうけどさ、ミリオンゴッドとかアラジンとかさ、ね、サラリーマン金太郎とかさ、あの辺りは一体どういうことだと、一撃でさ、1枚20円でしょ、1枚20円だったらさ、1000枚で2万円でしょ。1万枚だったら20万円でしょ。で、その台は一体何万枚出ましたかね。3万枚、4万枚、当たり前。で、かけら5万枚出たっていう話も聞いたことありますよ。5万枚って言ったらいくらですか。520で100万円ですか、果たしてそれが1日の出入りの中でこんな、なんかお金がの出入りがやってるのは、果たしてそれが遊戯機と呼べるのかと、何をするのかと私は、言いたくなりますね。そしてそういうふうな、なんか雑誌のところからなんかね、雑誌の連中がね、パチンコはなんか文化だとかなんか言ってる連中がね、そういうふうなところから金をもらって共通的を返すようなね、そんなね、ね、雑誌記者なんかでね、言ってることなんかでね、耳傾けたってね、しょうがないなって思うわけじゃないですか。だからなんか、そんなふうに思いますよ、本当に。だからそういうね、ところをね、含めても、やっぱり、パチンコというのは、本当に
皆さんのですね、この生活と心を蝕む、ものだというふうな認識を持っていただけたらと思います。お、天皇陛下万歳、素晴らしいですね。今日もあの万歳部長の方がいらっしゃいますので、はい、まあ、ここではやりませんけど、後ろにいます。あ、後ろにいます。普段ですね。まあ、なんかそんな感じで残り40秒ですね。はい、タイムラグも考えてですね、なんとか、まあ、今後とも、頑張って、毎週、毎週やっていきますので、今日もですね、どうも、5時間、あ、4時間、どうも、お付き合いどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではそろそろ、終了させていただきます。どうもありがとうございました。もう、あとおそらくタイムラグもありますので、夜の放送も多分あると思うんで、よろしくお願いいたします。おそらく、タイムラグもあるので、おそらくぶち切れになるかもしれません。はい、それでは、余白タイムです。どうもお疲れ様でした。